えっと、最初のご講演はですね、えっ、ー、と、大坪敏道先生の方から、えっ、ー、と、えー、お願い、にお願いをしております。えー、大坪先生の略歴について簡単にご紹介いたします。 大坪先生、1993年に、一橋大学の法学部の方を卒業されまして、その後、郵政省の通信総合研究所、現在、えっと、情報通信研究機構という研究機関でございますけれども、そちらの方に入られまして、その後、新州大学、工学部、情報工学科の方で、博士各工学の学位の方を取得されております。 2007年4月からは、えっと、一つらし大学、大学院の社会学研究科の方に移られまして、現職は教授兼役員補佐ということで、え活躍されております。本日は地球の大きさをミリメートルの精度で測るには、えっと、いつの世も絡み合う時間と位置ということで、えぇ、ここへの方いただきます。それでは、大坪先生、よろしくお願いします。 どうもご紹介ありがとうございます。大坪と申します。よろしくお願いいたします。えっと、ここは五つ橋という場所らしいですが、私は一橋大学から参りました。えっと、あ国立、東京都の国立市にある大学でございます。えっと、 今日はあのこのようなタイトルでお話しさせていただきますが、えー、っとご紹介あったように私も、えっともとは郵政省の研究所におりまして、えー、そこでいろいろレーザーを飛ばしたりいろんな研究をしておりましたで今日はあの先ほど会長からご紹介ありましたけど即、えっと、地学のお話なんですけど、えーっとまあ、こんな地味なタイトルの地味な,なんかあの 内容なのに皆さんおいでいただいて、あるいはオンラインで聞いていただいて、まあ恐縮する感じではあるんですけど、えー、でもきっと楽しい話も、えっ、ー、と、いくつか含んでいると期待します。期待していただければと思います。えっ、ー、と、まあ、読んで字のごとく、地球を測る学問で、その中でもですね、まあ、地球を測る学問は結構いっぱいあるんですが、その中でも特に、えっ、ー、と、形、えー、重力、回転が、まあ、えっ、ー、と、まあ、学問的に言いますと、測地学の3本 本柱と言われています今日,は今日の講師の皆さんは主に最初の形でおそらく重力の話もちょっと出るかもしれませんがそういう内容になろうかと思います。 えっと、昨日までですね、あの、水位、木金と、えー、日本即時学会第140回講演会というのが開かれておりまして、えー、約100、この、まさにこの会場で、えー、と100人の参加者、さらにオンラインに60人の参加者が、えっ、ー、と、あったそうですが、えー、と、まあ、100件ぐらい、ここには1、2、3、4、5件ぐらいしか書いてませんが、トータル100件の発表がお聞くことができました。 いろんな発表がありました。まあ、海の話、えーと衛星、人工衛星の話、地殻変動の話、飛行機で重力を測る話、一番下は、えー、とフォーボスっていうのはあの地球じゃなくてあの火星の、えー、と衛星なんですけど、まあ、そういった話などなど、いろいろなことを行っています。えー、さて皆さん、えー、ですけど、地球の大きさってどのくらいかご存知ですかいろ、まあ、んな表現があるかと思いますけど、例えば、えー、と地球の、えー、赤道 におけるえっと半径が6378キロメートルあたりだったりするんですけどもともとはフランス革命の頃にえっとこのメートルという単位はえっと起源があります北極から赤道までのこの長さがえっと1万キロメートル1000万メートルになるように1メーターが決められています実はフランス革命の頃ってあのもっともっと過激な 単位の革命がありまして、例えば1日を10時間とか10万秒にするとかそういうこともあったし、えっと、1年の始めを、確か週分の日が1年の始まりだったかな。まあそういった、えっ、ー、と、後々採用されなかった、えっと、いろんな改革も行われていたんですが、なぜかメートルだけは、えっと、今も使われている単位だったりします。 他に今残っていることとしては、フランスの三色国旗とか、えっと、フランス国家なども、この頃の起源らしいですね。えー、ですので、今、まあ、えっと、話戻しますと、地球を一周しますと、えっと、4万キロメートルになります。はい。皆さんの車のメーターとかで、えっと、この、例えば4万キロを超えると、地球一周したという気分になっていただければいいかと思いますが、 えっと、ですので、地球の直径と言いますと、大体、まあ、1万3000キロぐらいになります。これを、これからちょっと、1000分の 1, 1、1000分の1、1000分の1、3回繰り返していきます。えっと、13000キロメートルの1000分の1は、13キロ。ちょっとイメージできますかどこ、どこの辺、どのくらいの距離か。 一応、私は、えっと、あの、全然、私、もともと北九州の出身なので、この辺には土地勘がないんですけど、あの、地図の上で調べますと、仙台空港からここまで、直線距離で 13km らしいです。まあ、直線、直線距離歩けませんけど、えっと、動けませんが、直線でだと 13km。だから、まあ、そ、こ、あそこまで距離の1000倍が地球の直径になります。さらに1000分の1、13メートルですと、私、昨日、あの、夕食を、 このハッピーな中ケチって合ってますかあの、あの、この中カケって読むんだろうと多分思いますが、えっ、ー、と、間違ってたら後で教えてください。ハッピーな中ケチのこのアーケードの端から端までが、これが、まあちょっといい加減かもしれない,知れないけど、えっ、ー、と、下で測ってみましたら、13メートルでした。えー、ちなみにこの幅を測ろうと思って測って13かなと思ったら、10メートルぐらいでした。で、さらに、えっ、ー、と、1000分の1となると、まあ13ミリのもの結構あちこちに。 身の回りにあるかもしれませんが、例えば私の人差し指の、まあ、どの指も大して変わりませんが、えっと、爪の長さは大体13ミリです。えっと、なかなかこの地球の、例えば私学生に教えてますけど、えっと、地球の大きさをミリメータルの精度で測ってますよって言っても、なかなかちょっとイメージしてもらえないんですね。だからまあ、えー、もうこ,れでもうこれでもイメージできないかもしれないですが、まああのえー、このぐらい違う、えーっと えー、桁数が違ううここととと言っていますということですねでね今これが13ミリなんで、さらにその一桁下ぐらいも今測地枠は狙っているわけです。で、えっ、ー、と、桁数で言いますと、えっ、ー、と、1センチから1ミリというのは地球の大きさの、えー、と10のマイナス9乗から10のマイナス10乗になります。えっ、ー、と、高校生とかが言ったらまだ分からないかもしれないけど、マイナス9乗というのは、えー、と10の9乗分の1という意味ですね。 あ今日はこれ以上難しい数学は私の話では出ませんのでご心配なく。えー、さて、ここからちょっとだけ、えー、と昔の話を、まあいあの、タイトルにあのいつの読もうって書いてありましたが、ちょっと,、えー、と皆さんに想像していただきたいのはあのコロンブスの時代の大航海時代の話ですね。えー、コロンブスがアメリカ大陸に行って見つけて、まあ、帰ってきたのは、えー、と翌年らしいんですけど、見つけたのは1992年ということらしいんですけど、その まさにその年に地球儀が作られているようで、そのレプリカですけど、筑波の国土地理院に展示してあります。それを写真撮らせて、撮っていただいた、えー、ものですけど、これは例えばアメリカ大陸がない。けれども、えー、と重要なことは、この時代すでに地球が旧であるという認識は、えー、と少なくともこれを作った人とか見た人は持っていたというわけですね。でさらにこれちょっとズームしてみますと、 えーっとヨーロッパの地形ちょっと見ていただきたいんですけど、えー、ちょっと気になることありませんかなんかどうもなんか縦方向緯度、まあまあの方向はよく合ってるけど横方向軽度の方向がなんかおろそかな感じがしますよね、まあ、ちょっとアフリカの方があまりにずさんだというのも、まあ、それはそれで気になりますが、まあ、いろんなところで、えー、っと精度はちょっと劣る,るけどでも大きな形は何か合ってそうな感じがしますね。 私たちちょうどあの3週間前にあの国際学会がありまして、えっ、ー、と、マドリード王立天文台というのを、えー、訪問する機会がありましたが、そちらではこのえっ、ー、と、左のような地図が展示されていました。えっ、ー、と、これが1513年、だから先ほどのえっ、ー、と、地球儀があいます、まあ、とほぼ同じ同年代のえっ、ー、と、イベリア半島の地図。で、右側がえっ、ー、と、現代のえっ、ー、と、地図です。見比べますと、 やはりなんか南北方向の特徴点は合っているんだけど、えー、と東西方向、例えばそうですね、ちょっと待ってください、えー、とこの辺とか、この辺の感じとか、あのかなり、えー、と合ってないことが分かりますね、まあ、あちこち、えー、と細かいことを見ればきりがないですけど。えーと まあ今までお見せして分かりますように、えっと、緯度は比較的分かるけれど経度の決定は難しかったわけです。で、まあ、それを理解してもらうために次のような動画を流したいと思います。地球のいくつかの点から、えー、上空を真上に見上げることを考えてみましょう。 これがそのカメラ、皆さんの目です。例えば、えー、東北地方、北緯40度あたりに人がいるとして、地球がこう回ります。このような景色になります。えー、北海域線のあたり、えー、日本の最南端のあたりですね、に来たとして、えーっと、地球を回してみますと、このような景色になります。 えと、今度は東の方に航海を進めてきたとして、えー、やはり北海域線のあたり、ただ日付、経度が日付変更線のあたりに、えー、観測者が来たときには景色がこのようになります。 ちょうどこの天井、まあ、これあの一橋大学の一つ、えっとえー、古い建物の一つで兼松講堂という中で撮ったんですけど、えっと、この天井がの、えっと、この模様というか、えっとえー、見えているものが、まあ、星だと思ってくださいそうしますと、えっと、緯度が変わると星の見え方は変わりますが経度が変わってもちょっとまあ微妙に私のカメラの位置とか、えっと、で変わってはいますが、えっとその 星,星空はほぼ同じに見えてしまうわけです。なので、いつ、あえっと、失礼、えっと、今自分たちがいる井戸は比較的、まあ、当時500年前でも容易にわかりますが、えー、軽度というのはなかなか難しかったと。えーえー、っとこの大航海の時代には、この軽度問題というのは大問題というか、まあ 当時は、例えば、不老不死とか、錬金術とか、まあ、今でも成し遂げられていない、えっと、問題と並び称されるぐらい、まあ、ミッションインポッシブルな問題として、知られていました。で、えっと、それを解決した人がいるわけですが、今日、ちょっと後でお見せする、A はですね、この、えっと、一番右の、The Illustrated Longitude Longitude の意味ですけど、えという本から取っています。 えと日本語でも本が出ててて「ケイ度への挑戦」という、えー、本が、えー、とイギリスのデーバ・ソベルさんという人が書かれた本があります。でここで、えー、と本に小さくです,ですけど顔が写真がありますがこの人が後で出てくるジョン・ハリソンさんという、えー、と時計の、えー、と名工ですね。 まあその話をするまで前に、えっ、ー、と、この右側に、あの、骨、えー、が難破してしそうな絵がありますが、まあ、当時大航海時代で、まあ、新大陸発見されたものの、まあ、えー、ちょっと想像を膨らませていただきたいんですけど、真っ暗な、えっ、ー、と、海に出かけていって、いつ嵐が来るかわからず、いつ波が、えっ、ー、と、あの、えー、と風でどっち、どちらに、えー、なんていうか、 え、導かれるか分からず、ということで、え、一方で、ま、巨額な富が、えっと、あの、大西洋を行き来するということで、えっと、それを狙って海賊が現れたりとか、いうことですね。まあ、大変な恐怖の中、えっと、海に出たんだと思います。で、コロンブスが最初見つけましたが、行って帰ってきて見つけたっていうことが分かるわけなんで、そ、おそらくそれまでにも、片道だったら行った人がいるかもしれないなと思うのは、まあ、えっと、えー、想像に難くないところです。 さらには後悔が長くなりますと、えっと、当時は理由が分からなかったらしいんですけど、なんか歯がボロボロ取れたりとか、で、えっと、まあ、当時は、えっと、理由不明。まあ、今だとビタミンが不足にすることによる、まあ、解決病と言われる、えっと、病気があったりとか、あるいはまあ、さっきの軽度の問題で、えっと、陸地の地図、海図もかなり誤差が多かったので、突然陸地が現れて座礁するとか、まあ、そういったことがありました。この、えっと、 えー、イラストも、えーえー、1707年に、えー、とイギリスで大きなあのシリー諸島沖難破、えー、事件というのは1000人以上の方が亡くなるような事件がありまして、まあえーとまあ、大問題だったわけです。で、この、えー、と先ほど言った今日の前半のし話の主人公の、えー、とジョン・ハリソンさん、えーとまあ、必ずしも何、えー、ていうか、えーと 研究者ではなくて、まあ、いわゆる技術者なんですけど、え手に持ってるのは時計です。で時計で経度を解決したということなんですけど、まあ、またちょっと想像していただきたいんですけど、時計、私がそうですね、例えばロンドンにいるとしましょう。皆さんが、えー、と東京にいる,といるとすると、ただ私は皆さんが東京どこにいるかは知らないで。私がロンドンにいて、えーと 東京に、皆さんが東京にいらして、今ちょうど東京が12時でしたと。で私がロンドンにいて、ああ、じゃあ、ロンドンでは午前3時なのであ、あなたはおそらく、まあ、東京がどうかわからないあ、日本がどうかわからないけど、統計135度のあたりにいますねということは、今だったら、今ちょっと、今は、えー、大航海時代の話では、あの、大きなズルをしてます。それは電話をするということができるからですが、えっ、ー、と、電話をせずに、いかにその経度を解くかと。 いうことは難問だったわけですね。だからまあ結局彼は、えっとまあ、いろんな人間臭いストーリーは今日ちょっとお話ししませんけど、えっとケ,イドえー、のケイド法というあのイギリスのまあ懸賞金とかも結局彼は、えっと、晩年に、えー、受けることになりますが、えー、ロンドンからロンドンで合わせた時計を、えー、例えばロンドンで12時に ああるるとにぴったたり合わせた時計をそこではそこでのローカルタイムだと12時に太陽が南中するはずなんですけどロンドンでは時計がずれているということで、えー、そのいい時計を作って、えー、軽度問題を解決したというそういう、えー、方です。 彼は、えっと、いろんな、えー、H1 から H5 まで様々、えー、ままな時計を作っあ機械式時計を作っていて、えーっと、そうですね、最初の3つはかなり大きいの大きい時計ですけど、最後の2つは、まあ、懐中時計ですで。このハリソンさんの時計の制度っていうのは恐るべしで10のマイナス5乗ないし10のマイナス6乗あります。でれ私も今日、えっと、普通のこれ、 おそらく大半の方は今はクォーツの時計か、えー、っと、あるいは最近だと思う携帯電話に合わせて、えー、っと、携帯、その携帯電話もともとは、えー、なんだ。 えー、携帯電話の、えー、それぞれのプロバイダーさ。さらにそれは、実は私が前勤めていた NICT という、えっ、ー、と、日本標準時に合ってたりもするので、もともとは原子時計に合っているという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、えっ、ー、と、フリーで動いている、今私がつけているようなこういう時計は、えっ、ー、と、ほぼハリソンさんと同じぐらいです。はい。 だから当時この、こんな古い時代でも、えー、とこんな高い精度を達成したと,、まあえー、と、もしかするともっといいかもしれません。というのはあの、えー、と船の揺れとか環境の変化とかいうのは、えーとまあ、私の腕よりもおそらく激しいものがあったに違いないので、まあ、そういった意味であの、えーまあ、そういった温度保証とかも含めた、えー、仕組みになっていたそうです。 さて、えっ、ー、と、この時計の、まあ、えー、立派な時計が作られるようになると、えっ、ー、と、グリーニン地天文台、あ、先ほど言い忘れましたが、私ちょっとイギリスに2年間ぐらい滞在したことがありますが、えっ、ー、と、まあ、ロンドンの郊外にはこのようなちょっと変わった形の建物がありまして、えぇ、ー、この、ここに赤い玉があります。これが、毎日12時わ、今でもです。12時58分になると、グイグイって上げられて、えっ、ー、と、13時00分になり,なりますと、 まあ、あんまりかっこよくないですけど、ずるずるずるっと落ちてきます。で、これで、えっ、ー、と、えー、当時の人は、本当に、えっ、ー、と、テムズ川の上に船を並べて、時計を合わせたんですね。あるいは、周りに、えっ、ー、と、時計、時計を持ち歩いて、えっ、ー、と、街中の人に時計を合わせるという、そういう職業の人もいたというらしいです。はい。で、えっ、ー、と、それでここ、ここで時計合わせたもので、航海に出て、自分の経度を知るのに使ったそうです。 このブリンチ天問題の反対側の、えー、と壁にはですね、えー、とこのように、えー、とプライムメリディアンという、えー、のが線が引かれています。はい、こちらの写真は結構数年前にコロナの直前ぐらいに当時の私の学生が撮ったものでここでは私が撮ったものなんですけど、えー、とメリディアンというのは4、5線で北極、南極を含む、まあえー、と地球の、えー、と大円の1つ。 えー、プライムがつきますと本書45線すなわち、えー、とここが統計整形0度であった、えー、っところです現在はちょっと違います、えー、でまあ,あの、えー、とグリーン支店問題は、まあ、今はここはあの、まあ、博物館兼観光施設的なものになってますが、えー、とこの線は残っていますでこの線の上に現代的な、えー、といって2009年ですけど、えー、と GPS 受信機を持っていきますと 見えますっ、ねえー、と、W、整形0.5、5.2秒、<laughs> ずれるんですね。5.2秒っていうのは大体100メートルぐらいに相当します。だから、現代の、今我々が使っている、あ、これ、えっ、ーと,えー、と、この GPS 地信機は、えっ、ー、と、1秒、1、 ビューよりははるかにいい精度で、えー、即位が2009年の段階でもできましたので、えっ、ー、と、明らかにずれてるわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、100メーターぐらいずれてましたあ。今だとずれています。まあちょっと、えっ、ー、と、でも1884年からしばらくは、えっ、ー、と、このイギリスが、えっ、ー、と、統計成型レートということになってました。 で、その、えっと、建物の内側には、このトランジットという機械がありまして、ここ、これ望遠鏡なんですね。で、この先に、えっと、窓がありまして、ここに人が座って、えっと、いつ星がここを通過したよということを、えっと、見ると。で、そのためには、えっと、ま、正位表といって、まあ、どの星が、えぇ、ー、石形、石、えっと、いくつだよという,いうようなカタログもしっかり、えっと、作られるようになりました。 で、えっと、イギリス、さっき言ったの、ちょっとイギリス、私住んでたので、えっと、いに行きますと、えー、えっと、メリリアン <laughs> という地名が結構あるんですよ。イギリスのグレートブリテン島には、あの、えー、ほぼ南北に、あちこちに、あの、えっと、統計成形レッドのとこがあるので、これはあの、スーパーマーケット、コーポラティブスーパーっていうところの、えっと、メリリアンセンターで、調達してこうやってるのは、 さっき持っきて GPS 受信機って、ここが、えっと、現代のゼロだよっていうところですね。はい、でこれはあの、えーっと、その統計性メリディアンが通る、えっと、ピースヘイブンという、あプライムメリディアンが通る、えっと、ピースヘイブンという、えっと、南の方の町に行きますと、メリディアンっていう検索するだけで、こんなたくさん、なんか、えっと、メリディアンパークぐらいはまだいいんですけど、なんかメリディアン小学校とか、メリディアンなんかお医者さんとか、なんかいっぱい出てくるんですね。 まあこれ全然この P7 だけじゃなくて、あの、イギリスを、この、この線にたたっていくといろいろこういうのが出てきます。はい。えっ、ー、と、先ほど3週間前に行きましたと言いましたが、えっ、ー、と、スペインでもやっぱり、えっと、同じような建物があって、ここのスリットとかに、えっと、こういうトランジットがあります。さらに面白かったのは、展示の中で、えっ、ー、と、先ほど1800何年かで、これは1875年、先ほどの、えっと、国際的に、えー あの、グリーンリーチがゼロ,にゼロになるちょっと前の時代ですけど、この時のマドリードの,、えー、の地図は、えーとこの、このマドリードオーリステン問題がゼロです。各国それぞれ、経度っていうのはもう、えっ、ー、と、好き好きに決められるので、えーまあ、各国が便,便利なように、一番確かフランスは最後まであのグリーンリーチがゼロってなるのを、えーとえー 受け入れられ,受け入れなかったらしいんですけど、1910年ぐらいまで受け入れなかったらしいです。そういう歴史もあります。さて、えー、とふ古い話ばかりしてきましたが、今日ここから急に現代の話に行きましょう。えー、とここから3人の、えー、と講師の、えー、と橋渡し的な、えー、気持ちでありますが、えー、と今、 一秒ってどう定義されているかというと、原子時計という、うまあ、えー、と、まあ、量子力学の、えっ、ー、と、ある、えー、特定の周波数の電磁波を受けると、えっ、ー、と、原子が、えーと、この場合、セシウム原子が、えっ、ー、と、礼気状態になるというのを使って、えっ、ーえー、と、セシウム原子時計が、えー、使う、運用されています。まあ、他に水素メーターというのと組み合わせて、今、日本標準時が運用されています。まあ、これは、えっ、ー、と、もともと、 全体の動きによる1日の、えー、と 8, 8万6400分の1、24×60×60 分の1に近いですけど、今の定義は1秒が、えー、と今の時間の定義は1秒が、えー、と大元になっています。で、セシウム原子時計の精度、ちょっとこれ、水違いかもしれませんけど、10のマイナス12から10のマイナス14乗を達成しています。一方で、えー、とこれは時間の方。 空間の方のメートルの定義はどうなっているかといいますと、今は光の速度、光は目で見える光もありますけど、電波も含めてですが、総称して電磁波と呼びますが、それが真空中の速度が299792458メートル毎秒になるように1メーターを定義しています。だから、これもフランス革命の定義の近いんですけど、微妙に異なります。 ちなみに地球の周辺には大気があるので、必ずしもこの高速が適用されないので、この辺が誤作要因になったりするというのは、今、測地学でもいろいろやられています。で、えっ、ー、と、こちら非常に重要なのは、今の現代測地学、後で講師が話し、後の講師も出てくると思いますけど、えっ、ー、と、現代の宇宙測地技術はですね、えっ、ー、と、この、えー、どれも、 電波とか光、あの電磁波,電磁波のがどれだけ、えー、と到達に時間がかかるか、あるいは二極間でどれだけ遅れるかというようなことを測っています。例えば、えー、VLBI と呼ばれる日本語で超長期線電波干渉計、これは電波を使います。二つ目の、これ実は私がやっているやつですけど、衛星レーザー即興はレーザーを使っています。 GNSS、えー、皆さんは GPS として知られているかもしれませんが、えーまあ、その一般名称ですけど、はえー、と全球地球測位システム、ここには電波という名前はないですけど、実際は衛星からの電波を使っています。もう一つ、えー、とドリスという技術もありまして、えー、とこちらも、えー、と名前からしてドリス電波灯台電波を使っていますで、えーと。今はこういうのを組み合わせてということになっていますけど、えーと 例えば VLBI という技術だと2つの、えー、アンテナを置いてそその、えー、1つ目のアンテナに来た信号のタイミングと2つ目のアンテナに来た信号のタイミングの差を取るとか GNSS だったら、えーとえー、衛星側にです、ね、あこれ重要なことは、えー、と地上局もしくは衛星に 非常に正確な、さっきの原子時計、もしくは原子時計までいかないかもしれないけど、それに近いぐらいの、えー、と高い精度の時計を、えーとえー、備えるということですね。えー、GNSS の場合だと,、えー、と人工衛星に高性能の時計を置く。レーザーの測定の場合は地上に置いて、まあ、このレーザーの場合だけ往復距離を測る。っ、えー、とドリスというものは、えー、GNSS とは逆で、地上から。 衛星に向けて、えー、と電波を放つと、まあ、そういったことで、えー、なっています。だから、えーと、原子時計の精度が、えー、と先ほど10の10マイナス12から14乗と言いました。一番最初は覚えていらっしゃると思いますけど、1センチから1ミリというのは10のマイナス9乗からマイナス10乗、地球の大きさで言いますと、まあ、人工衛星ではもうちょっと距離離れていますが、大体オーダーとしては変わらないの,変わらないので、まあえーと、この2つを見比べると、時計のおかげでというか時計の精度、 ではまあ十分測れるレベルに到達しているので我々はまあ後でお話しできるようなことが、えっと、できるようになりましたということですね。えっと、もしかしたら受付の方に g の g o s j a p a n というリフレットが置いてあるかもしれませんけどそこには日本に、えっと、どのような即地観測局特にこの場合は大型な即地観測局ですね VLBI とか、えっと、レーザー測興とかが置かれているか、まあ、南極も含めて、えっと、書いてあります。 ですので、この近くだと、一番近くだと、えっ、ー、と、岩手県の水沢、大州市水沢に、えっ、ー、と、VLBI 装置がとか、GNSS、あるいは重量計があったりします。で、えっ、ー、と、あとの講師じゃきっとお話にならないような話としては、平均海水面が、えっ、ー、と、今3ミリメートルパーイヤーで、えっ、ー、と、どんどん上昇して、上昇してるんですね。だから、こういったものを、えっ、ー、と、全球の、えー 規模で正確に、まあ、これを知るためには、えー、と地上の位置とか人工衛星まず人工衛星の位置そのためには地上の位置も知らなきゃいけないので、えー、そういった地球環境計測のために不可欠な技術になっています。で今後の話をしますとさらにもしかしたら、えー、と大きな測地学にとっても大きな波が押し寄せてくるかもしれませんそれは時計がまた格段に良くなります。 えっと、光格子時計という時計が、まあ、日本の技術者も、っと、非常に、あの、先駆的な役割を果たしていますが、えっ、ー、と、先ほど言ってた10のマイナス14兆を超えて、16兆、最高では18兆とか19兆とかいうのを見たことありますが、えー、を達成しています。こうなりますと、ちょっと今まで見えなかった、えっ、ー、と、現象。例えば、えっ、ー、と、高いところでは、えー、時計が早く進み、低いところではゆっくり進む。で、これで標高がわかる。 実際、国土地理ンさんは、えっ、ー、と、スカイツリーですね。で、450メートル離れたところにおいて、実際にこの時計の、まあ、歩道って言うんですけど、時計の、えっ、ー、と、動く割合が1億分の4ですけど、微妙にちっちゃいんですけど、えーと、違いがあるということを確認されたりしています。で、お時間ですので、そろそろまとめますと、えっ、ー、と、 先ほどから時々出てきた何々の定義に近いが微妙に異なるというのが、えー、と歴史を紐解くとでで現代の物理学とか測地学に絡めるとでいっぱい出てきます。で、最初に話した話は、えー、と正確な時計を船に乗せるという話でしたけど今は正確な時計を人工衛星に乗せたり地上局に置いたりということが、えー、と使われています。はい でまあ、今後の、これから3件の話は、現在の技術による、えっと、観測網の拡充とか、科学的成果について話していただけると思うので、まあ、えっと、引き続き聞いていただければと思います。大坪からは以上です。 えっと、宮原先生の、えっ、ー、と、学歴、あの、略歴についてご紹介します。1998年の3月に、えっ、ー、と、京都大学の理学部の方を卒業されて、えー、その後、えっ、ー、と、博士前期課程の方に進まれています。その後、二、え、千、ー、2001年の4月に、国土交通省国土地理院、 の方に入賞されて、え、現在に至ります。え、現職は、えっと、即地部計画課長ということで、ご専門宇宙測地学、衛星測位、陸地測量ということになります。え、本日は即地学の国際連携、変動する地球を正確に図るためにということで、ご講演いただきます。それではよろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。国土地理の宮原と申します。 えっと今あの大坪さんの方からですね、えーっとまあ、どのようにして地球の形をあのかつて測っていて、まあ、それがどういう数勢でこう今、えー、っと世の中、えー、社会にっていうような話ありましたが、えー、っと私の方からはですね、えー、っとそれをあのそうやったまあかつていろいろな国でそれぞれ基準を持ってえ地球の形とか地獄とかやっていたっていうものが現在どうやって世界全体でまああの 共通したものを測っているかとか、えー、と、まあ、なんであの、えー、と国土地理院という役所がそういうところで、えー、役割を果たしているかというようなところをまあお話しできればと思っております。で最初にです、ね、国土地理院というあの役所で現在私働いておりますけれども、えーまああのえー、と本日の測量の方もいらしていると思うのであのそういう方々よくご存知かと思いますが、えー、と国土地理院というとあの多くの方は多分あの地図を作っている機関だというふうに認識されているんじゃないかと思います。 地図といいますと全国の道路とか建物とか河川とか基本的な情報を表示してそれを届けるものというふうに考えていただくといいと思いますがかつてはです、ね、2万5000分の1の地形図とか紙の地図を中心として地図って提供されていたんですけれども現在ではです、ね、もちろん紙の地図の提供もあるんですが基本的にはです、ね、電子化した地図のデータそのものが地図の中心として扱われています。 これをですね、電子国土地形図と呼んでまして、この電子化した地図のデータセットからですね、データを引っ張り出してきて紙の地図として作成したりとか、あとはインターネットで、えっと、何ですかね、ブラウザーとか使って地図を閲覧して見ることができるとか、そういったようなやり方で地図が表示されるような世の中になっています。 でもうちょっと地図のお話を差し上げたいんですけれども、先ほど申し上げた電子国土地形図といったものは何かというとですね、あの3つの情報からなっている地図のデータです。でこれ3つ何かというと、地図情報とオルソー画像と地名情報というのがありましてで、地図情報っていうのは、まあ先ほど申し上げたようにですね、えっ、ー、と道路とか建物とか、まあそういったもの,の、形とかですね、えっ、ー、と地面の上にあるものの,あのデータです。 それに対して、オルソー画像っていうのはですね、あの、航空写真ですね、あの、航空機で写真撮って、もともとそれから地図作るっていうようなことやってますけど、その航空写真、あの、飛行機、えー、ま、あの、下の、下の写真撮りますけど、実際やっぱり完全に真下の写真って撮れないので、ちょっと日が、ひずむんですよね。それを、えっ、ー、と、少し変換して、地図と同じように完全に真上から見たような状態にした、まあ、地図の、あの、えー、空空空写真の情報。それをオルソー画像と言います。 それから最後、あの、先ほど申し上げたあのあの、地図、形とか、まあ、場所とか表,表示するんですけど、実際使うときに皆さん、あの、それに、あの、道路の名前、駅の名前、えっ、ー、と、地名とか、そういったものを載せて、情報を理解できますので、地名情報、こういったものが揃って、電子国土地形図っていうものとして、現在は地図データが地図として提供される状況になっています。で、まあ、こんな中でですね、あの、地図、 あの、得られた空中写真から、えー、実際にデータを抽出してですね、えー、現地に行ってそれが正しいということを確認してから、えー、それを地図の形にしていくんですけども、えー、っと実際こういう作業をしていくときにですね、えー、正確な位置っていうのがないと地図って正確に作れないんですよね。 でまず航空写真で写真を撮るときに当然航空写真の位置が正確に分かっていないと、えー、写真ちゃんと撮れませんし、えー、撮ったものをですね地図の、えー、地図データに落としていくときにも、えー、情報が正確な位置の情報がないと、えー、地図が作れないと、まあ、そういったことがあって、えー、地図を作っている国土地理院なんですが、まあ、地図を作るためにはそもそも位置が正確に分かってないと作れないと いうことがありまして、それでちょっとあの今日の話に下がってくるんですけれども、えーまあ、地図の情報っていうのは、まあ、正確でないと役に立たないので、まあ、イメージしていただくと例えばまあえー、地図の位置情報ずれてたら当然カーナビとかスマホでも位置ありませんし、えー、建物の位置とかもずれますしでもっと広いエリアで見るとあのそれぞれの国ごとにあの えっと、四五線決まってたみたいな話、さっきありましたけど、えー、国同士で位置,位置がずれても、当然、他の国と地図合わなくなっちゃいますよねっていうことがあって、まあ、あの、地図を作る国土地理院ですが、正確な地図を作るためには、正確な位置が必要で、えー、正確な位置をやるためには測量していかなきゃいけなくて、それをやっているのが国土地理院であるということでして、えー、っと、それで今日のお話になりますが、国土地理院は、え、測量を行って、日本全国の正確な位置を提供する機関であるということで、測地学にも取り組む機関として働いております。 でですね、えっ、ー、と、行動に、あの、地図を作る、測量するっていうお話をしたんですけれども、日本の、あの、国土、全体地図を作っておりますので、まあ、どこでも、えー、正確な地図が欲しいと。えー、まあ、東京は正確だけど、沖縄は正確ではないっていうことでは困りますので、そうすると、日本のどこでも正確な位置を測るっていうことが必要になってきます。 で正確な位置とは何かっていう話がありまして先ほど大坪さんの話では、えーまあ、星を見たりとかですねあの、えー、それぞれの国で位置決めてたって言ってたんですが現在では、えー、国ごとにそういったことをするのではなくてそもそも我々地球の上に住んでいるので地球の中心から見てどこにいるかっていうことを、えー、正確に決めてあげればまあ国ごとに分けることもなく、えー、地球上のどこにいても、まあ、日本のどこにいても正確な位置っていうことが分かってそれが共有できる状態になるということになります。 えですのでですね地球の中心から見た位置っていうものを世界全体で共通に使っていこうとすると、えー、地球の上においてじゃあ地球あ日本は世界にどこの場所になるかっていうことが、えー、知らないとできなくて。 えー、それをそれぞれの国やらなくてはいけないので世界全体で協力して自分の国が地球の中心から見たらどこかっていうことを測ってそれを一緒に協力していくことによって、えー、いろんな国が自分の国の位置を地球の中心から正確に分かるとそれを集めていったら地球全体がどういった形をしていっていっていうことが分かるようになるとそれが現在俗地学の,あの、えー、先ほど言った形と、えー、重力と回転を測るっていった形を決めていくっていう仕事の、えー、中心の仕事になっています。 でですね、あの、日本、当然ですね、あの、昔は当然日本の、あの、四五千、日本だけの、えー、っと、位置っていうもので測量してまして、まあ、当然そうするとですね、他の国と位置が合わないということになります。 で本省四号線と四号0 0メ1 0 0 m ずれてたっていう話、あの先ほどお坪さんされてましたけど、日本の場合ですと、えー、とこの地図に示したようにですね、かつてはですね、まあ、大体 400m ぐらい、えー、世界の共通、今使っている地球の中心から見た世界の共通の位置とずれてまして、えー、そういう状態だとまあ他の国とずれちゃいますので、2002年ですね、もうあの随分経ちますが、えー、日本だけの位置、我々これ日本測地系と呼んでますけれども、それから世界と共通の位置、世界測地系と呼んでいる位置へと移行するということで でありました。えー、っとまあ、こういったことをやることによって世界と位置が揃ってくるということになります。で、えー、ですね、えー、そういったことがあるので国土知人はですね、えー、っと世界と協力して世界の中の日本すなわち地球上の正確な位置を、えー、知ってまあそれを維持していくというようなことを現在取り組んでおります。で、えー、世界と協力して地球の形を測っているということを言ったんですが、まあ、どうやってやっているかっていうのが次のお話のポイントになります。 どうやって測るか、えー、と先ほど大坪さんからです、ね、4つの,あの技術みんな電波とか、まあ、あの光とかを使って、えー、距離とか時間合わせて測ってますということを言っていましたけれども、えー、地球のいろいろな場所で,です、ねえー、と位置をたくさん測って、えー、その位置を測り続けてあげると、えー、地球のいろんな場所の位置がどう変化していくかということが分かるので先ほどあの 紹介になった4つの技術ですね SLR と VLBI と GNSS と TRIS というこの4つの技術を使ってです、ね、地球上のできるだけ多くの場所で、まあ、できるだけ長い時間それから一つの技術じゃなくて、まあ、技術ごとにそれぞれ得意不得意があるのでいろいろな技術を組み合わせて、まあ、いろんな場所で長いことを測り続けるということを地球上でいっぱいやると地球が長い期間どういうふうに形を変えながら動いているかということが分かるようになるということになります。 このようにしてですね、あのこちら、ちょっとお見せしているちょっと図がちっちゃい図でもあるんですけどあの、えー、これ、地球ちょっと線が薄くてもしかすると見えないかもしれませんが、えーえーえー、世界のです、ね、それぞれの国に、えー、どれだけ VLBI とか SLR とか GNSS とかドリスとかその観測局があるかっていう点なんですけれども <laughs> 見ていただくと分かるように、まあ、あの地球上のいろんな場所にいっぱいこう、えー、観測局集まってましてで、えー、っと北半球ですね、えーっとえー、3カ所、あのえーっと たくさんこう、えー、点が集まっている場所があって、これが一つがアメリカで、一つがヨーロッパで、で、一番あの、えっ、ー、と、画面の向こう側ですね、にあるちょっと細長く、あの、えっ、ー、と、ちょっと三日月っぽくある固まってるとこあるんですけど、これが日本です。で、えっ、ー、と、こんな感じでですね、あの、えっ、ー、と、いろんなところでかかってるんですけれども、こうやって形を測るとですね、えっ、ー、と、地球の形と動きっていうのがどんどん分かってくるので、それを、えー えでしょうかね、あの、えー、皆さんがその、えー、地球の形ってこういう形なので、えー、とこの形に基づいて測ればみんな位置が合うよっていうものを提供していくのが、えー、と国際地球基準座標系 ITRF っていうものになりますでこの ITRF っていってるものの座標値っていうのは先ほど申し上げたとおり地球の中心から見た緯度経度高さ3つの情報ということになりますでこれをですねみんなで共有することによって、まあ、世界の位置が共通に使えるようになるということになります <laughs> でですね、あの日本、えー、もともと,、えー、と位置ずれていたという話をしましたけれども2002年に世界と共通の位置に移りまして現在、<laughs> 東京都もです、ね、あの麻布台のところに軽度原点という,こう点がありまして、えー、写真でお示ししているこのあの丸い金属の、えー、マークが貼ってありましてこのマークの中心がです、ねえー、っと世界で共,共通に定めた位置の座標を持っています。 でこの座標をもとにして、えー、日本の他の座標を決めるとそうすると、まあ、あの世界と同じ座標が使えるというような仕組みになっています。でここからですね、えーとまあ、地球の形を、えー、と測るというのは、まあ、共通の位置を与えるためにやっていると言ったんですけれども、まあ、そもそもじゃあその共通の位置をみんなで持つことによってどうやって我々の生活を把握っていうのが幸せになっていくかっていうところを少し具体的に先ほど申し上げた4つの技術とつなげながらお話ししたいと思います。 まあ、GPS と呼んでいらっしゃる方も多いと思いますが、えー、っともうあの意識せずとも、ですね、まあ、スマホでこうあの地図を見たりすると必ず使ってますので、でも皆さん使われているというのはう認識もされているんじゃないかと思います。 GPS、えー、先ほどざっと紹介ありましたけれども、えー、地球の周りをですね、えーとえー、ぐるぐる回っている人工衛星から、えー、信号が地上に向かって降ってまして、えー、かあのスマホとかカーナビとか手元にある受信機でその信号を受けて、その信号を解析することによって地球上の位置を知るという、えー、技術です。 で当然ですね人工衛星から来た信号を受けて地球の位置を決めるということは人工衛星の正確な位置が分かっていてそれをもとに地球上の位置を決めなきゃいけないんですけどもじゃあ人工衛星の位置ってじゃあどうやって知っているのかというところが問題になります。でこれをどうやってやっているかってです、ねえー、っというと結局どっちかを先に決めなきゃいけないんですけど、えー、っとどっちかを先に完全に決めてしまうということは最初できないのでまずはですね人工衛星から来た信号を地球上のいろんな場所にとにかくいっぱいあの受けて。 人工衛星をいろんな場所で追っかけ続けてそれを地球全体でやってデータをみんなで集めて人工衛星の動きを追っかけるというようなことをやっていますでそういうことをやっている GNSS を測る観測点というのがです、ね、世界中にいっぱいありましてで日本においてもです、ね、あの国土地理院もやってまして他のあのいろんな研究機関とか、えー、ところでもやってますけど自治体さんとかでもやってますけど、えーっとえー、電波を測る施設ですね人工衛星の電波を測る電子基準点と国土地理では呼んでますけど国土地理のやつだけで1300点ぐらい日本中にあります で、えっと、これ写真いろんな点のですね、あの、このニョキッと長く伸びてるやつの、あの、頭の部分でちょっと丸い白いのついたりしてるんですが、この中にじあの人工衛星の信号を受けるアンテナが入ってまして、で、これがですね、あの、えっと、まあ、 富士山の山頂からですね、えっ、ー、と、日本の北の端っこで湧か内とか、西の端っこの与那国島とか、南の端っこの沖の鳥島とか、えっ、ー、と、東の端っこの南鳥島とか、あと国会のですね、前提にあったりとか、いろんな山の、あと、当然仙台市の中にもありますということでして、えっ、ー、と、こういったもので測った信号を使ってやってます。で、こうやって測り続けると何がわかるっていうとですね、あの、当然位置の変化わかりまして、で、あの、 と、仙台の観測点ですと、あの、先ほど見せた点なんですが、えっと、これ、あの、えっと、観測点がど、どれだけ動いていったかっていうのを示している図なんですけど、縦軸が、えっと、メートルで、横が、えっと、年です。 これで2011年から2023年までありましてであの途中でピョンって飛んでるんですけどこれが東北地方太平洋沖地震の時に地震に伴って地面が急激に海側にがいたものを示してまして例えば、えっと、東一番上の東と西の成分ですけど東側に東北地方太平洋沖地震で仙台のその点は2.5メートル急激に動いてその後あの地震の後ずる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 まだ滑るのでそれが地震の後の13年間で1.5メートル動いていて現在まで動き続けてるっていうのが こういったようなことをですね世界中の、まあ、いろんなこれあの世界中で測ってる GNSS 位置を測ってる点なんですけどもその点で測り続けてで自分の位置を測るのと同時に人工衛星の位置も一緒に測ってあげてそれを繰り返すことによって人工衛星の位置が分かって地上の位置が分かってっていうことを世界中で協力してやっているというのが一つ目のご紹介です。 でですねえっと、今、位置測るって言ったんですけどあのもうじ実はです、ね、あの位置だけ測っていれば大丈夫ということはなくてあの地球ご存じように自転していますしその自転の,です、ね、その動きもです、ね、一定なわけじゃなくちょっと遅くなったりとかそういうことも起きていて、えー、動きだあの形だけじゃなくて動きも測らないと実は地球の上で正確な位置を知ることはできませんというのが次のお話です。 でですねえー、と先ほど人工衛星で位置を測っていると言ったんですが、えー、と地球の動き、回転とか姿勢そういったものをどうやって測るかというと,です、ねえー、とこれはです、ね、人工衛星ではちょっと難しくて、えー、と地球の外側から地球を見張ってあげないと動きとか形あの、えー、と姿勢というのは分からないということになります。ですので,です、ね、これあの地球の外側にあるものという何かというと天体なので天体から地球に降ってくる信号を使って、えー、地球の回転とか動きを正確に測るということをやっていてこれをやっているのは先ほどご紹 から名前が出ている VLBI う技術です。これ何かっていうとです、ねあのえー、この押し虫しているこう大きいポラボナアンテナありましてあのでっかいアンテナは世界中に、えー、っとすごい離れた位置に地球全体をカバーするように、えー、っと設置してそこで星から電波を測ると。 で、これはの、えっと、VLBI、国土地理も、えっも、と、測ってまして、これ、茨城県の石岡っていうところにあるやつなんですが、えっと、ちょっと簡単にですね、あのどんな感じかっていうイメージを見てもらうために、動きを見てもらおうかなと思うんですけども、えっと、これはの、アンテナありまして、これはの、施設、国土地理の施設あります。で、奥の方に見えての筑波山んなんですけれども、これ、えっと、ドローンでちょっと上側から撮ったやつで、動きを見てもらいたいなと思ってお示ししてるんですが、えー、アンテナですね、ちょっとこれから動きますけど、 え割とですね、えー、これを見て皆さん早いと思うか遅いと思うかっていう感じでこれ見たら遅いって思いますかねあのこんな感じであの星を追っかけて。えー あのいろいろな星をですね、1個の星だけじゃなくて、いろんな星をこうやってあの回転しながら追っかけるんですね。で、この1個だけで測ってもダメで、えー、例えばこの時にハワイでもう1個別のアンテナがあって、全く同じ星を同じようにして同時に測るっていうようなことをやります。これを世界中いろんなところでやることによって姿勢をあのとか動きを決めていくということになります。 で、これがですね、あの、えっ、ー、と、GNSS と比べてもアンテナの数すごく少なくて、これ大きくってとってもお金かかるのであんまりないんですけど、こんなことを世界中でやっていて、これやると地球の動きとか、まあ、回転とか分かって、そうすると先ほど言ったように、あの、そういうのが正確にわかることで、1日の長さとか、えー、正確なのですね、位置とかそういったものがわかる。で、さらにもう一個ですね、話がありまして、じゃあ地球の中心から見ればいいっていうんですけど、地球の中心って、あの、一回、 測かっちゃったらもうそのまんま動かなくて大丈夫ですかって実は地球の中心もですねあの時間とともに結構揺らいで動いてますという話がありますでこれをどうやって測ってあげるかっていうと人工衛星あの地球の周り回ってるって言ったんですけど人工衛星って地球の 中心を、えっ、ー、と、中心として回るんですよね。なので、今度は、その人工衛星の動あの、回ってる動きです。軌道をですね、世界中でみんなで測ってあげると、地球の中心を元にして回る衛星を測るので、その、えー、地球の中心、中心の動きも分かるようになるということで、えー、これやってるのが、さっき言った SLR というやつです。あの、えー、これ、海上保安庁さんの下里の、あの、えー、っと、望遠鏡からレーザーを打ってるやつなんですけど、こういうなんか、レーザーを空に打って、えー、それを使って、えー、人工衛星を追尾すると。 いうようよなこととを世界中でやっってててましてそれによって地球の重心もかるとこうやってですね地球の形とか動きとか重心とかそういったものを決めることによって、えっと、正確な地球の形が分かって正確な地球の上での位置が世界中で共有できるというような仕組みになってます。 で、これ、あの、えっと、世界中いろんなところで測ってるって言ったんですけど、当然、あの、測って、えっと、地球の形を決めるために測っただけじゃダメで、えー、それみんなでこう、あの、さっき言った v l b みたいに一緒に測るために一緒に測るように、同じ時刻に測る調整もしなきゃいけないし、測ったデータを集めて、今度はそれを解析して、地球の位置を求めなきゃいけないっていうのがあって、そういうのを連携するのは、えー、こあの、ちょっとここでお示しているですね、全球統合測地観測システムって g v o s っていうのがありまして、 こういうあの国際連携の仕組みを科学者たちがやって位置を決めています。まあ、こういうことをやることによって地球の形とか変化が分かってそれを位置の基盤として提供することができてそれによって社会や科学の活動が支えられているということがまあ今日お話ししたかった一つ目のポイントになります。 でですね、まあ、正確な地球の形が分かると何がいいかっていう、当然地図が正確になるとか、まあ、そういうあるんですけれども、えー、正確な位置が分かると、まあ、先ほど申し上げたようにですね、えー、人工衛星使って地球の上で、えー、位置が分かるようになるし、そうすると地図の上での座標値が分か位置が分かるようになるし、そうするとそれに基づいて、まあ、カーナビ使いたり、スマホを使いたり、宅配できたりとか、まあ、いろんなことができるわけですよね。 まあこういったところからあの見ていただくと、まあ、イメージできるかと思うんですが、えーまあ、こう一って社会活動の基盤ですので、えー、もうちょっと,です、ねそのえー、と日々の生活だけではなくてもう少しちょっとこうでしょうか、ね、国連でやっているような例えば SDGs 持続可能な開発とかあとまあ防災ですよね、えーとまあ、仙台ですと,あの、えー、と国連の仙台防災枠組み、えー、国連の,あの、えー、と災害リスクの軽減の会議とか、えー、と2010、えー、年ですんで。 2013年近く、14年とかあ,ありましたけれども、まあ、こういったようなものもですねみんな位置情報に支えられているということで、えーっとまあ、こういった位置の重要性というのはあの科学者が当然分かって活動しているんですけど科学者だけじゃなくて、えー、国連でもでもすねこれととてても大事ですすよいいうここは認識されていますでこれまが今日のもう1個のお話のポイントでして、えーっとまあ、先ほど申し上げたようにですね、えー、っと地球の形と動きを正確に測ろうというと地球上のできるだけ多くの場所で,でそれからあの 観測止まっちゃうともう駄目なのでできるだけ長いこと位置を測り続けていくということが必要になるんですが、まあ、当然のようにですね、たくさんの場所で測るためにはまあエネルギーいるし測り続けるというのはエネルギーがいるので科学者がいくら頑張ってもですね、研究だけではなかなかできなくてそれをですね、やっぱり科学者を超えてもう少し国同士が連携したりとかそういったところまでやらなくてはいけないよねということが認識されています。 でこれ国連の方であでこ,、えー、こういうフレーズが一つ言われて SDGs で言われているやつとかとよく似てるんですけど n o a h c o u n t r y c a n d o h i s a l o n というのがあって、まあ、あのやっぱり一つの国だけではですね、こういった取り組みってどうしてもうまくいかないので、まあ、地球みんなでやりましょうということを考えていかなくてはいけないということですね。 でそれで何が起きたかというとです、ね、2015年にです、ねえー、と国連総会ですねあの国連の中でのまあ一番あの、えーとえー、と意思を決定していく一番上の組織ですけどこちらで,です、ねえー、と持続可能な開発のための地球規模の測地基準座標系という決議案があります。ちょして日本語で言ってもよくわからないんですけど要はあの、えーとえー、基準座標系ってさっき ITRF っていうあのお話したんですけど位置を正確に知るっていうことが、まあえー、それがあの、えー、継続的に環境が整ってみんなが位置が得られるっていうことを 加盟国が協力、えー、してやななきゃいけないいけここととですよねっていうことを国連がまあ言ったとっいうことになります。で日本を含む52か国の共同提案がありましてで国連ですので全会、まあ、一致形式で採択されて、えー、これに基づいてです、ね、国連の下でも協力をやっていますというのがお話です。でどんなことで正式でやっているかというとも、ねえー、ともと国連の側に測量なんかにつながりが多いんですけれども、えー、っと地理空間情報をやるための、えー 専門家の委員会っていうのがありましてその下にですねこういうあの位置のための連携っていうものも立ち上がって。 まあこういったあの今ここでお示ししたいくつかの国連組織があるんですけれども、えー、こういったそ国連組織の中で、えー、正確な地球の形とか、まあ、それによって得られる位置情報というのが社会の基盤なので、えー、国連が取り込むような SDGs とか仙、えー先代防災枠組とかそういったものにとってもどうしても欠かせなくて、えー、これによって、えー、とみんなが協力するということは価値があるので頑張りましょうということが言われて、まあ、それに基づいて国連の下で活動していると。であのこ,こにお,示お示ししの のですね、あの、えー、と国連の組織の中で活動があって、まあ、そういう中で日本も、えー、当然なんですが専門家とかメンバーとして頑張っていますというところですでまあ実際にですね日本がどういう形で何をやっているかっていうところを最後にもう少しお話し終わりにしたいと思うんですが、えー、とまずあの先ほど申し上げたようにそもそも地球の形を測かるっていうのは、えー、地球の上にですねいっぱい観測点を科学者があの頑張ってこうえっ、ー、と 科学の力でこう測ってるっていうのがあって、科学とか国際的な学会とかですね、えっ、ー、と、まあ団体の下でですね、えー、と、さっき言った4つの技術、えっ、ー、と、GNSS とか VLBI とか SLR とかそういったものを技術を横断して国際連携することによって連携しています。 で日本からです、ね、あの私、今日国土地理院から来ていてあの大坪さんえ一橋からえ他,にもあのあの他のお二人もえ東北大学という福祉研究所からいらしてますけれどもえとここに挙げたのは海上保安庁とか JAXA とか NICT とか天文台とかいろんな人たちがです、ね、日本の中でも連携して胃腸を図っています。でまあ、先ほど申し上げたように1個の技術はだめなのでいろんな技術をみんなで協力してやっていて。 で、えっと、あの、先ほど足申し上げたジーゴスっていうあの世界の連携する枠組みあるんですけど、えっと、実はですね、私、こっち、その、えっと、枠組みの議長をこの7月までやらせていただいていて、結構あの日本からもちゃんと協力してやっているって言ったような、そんなような、えー、科学の連携っていうのも頑張っています。で、もう一つはですね、えっと、 国連の側でやっているというのがありまして、まあ、先ほど申し上げたようにです、ね、国連の中でいくつか組織立ち上がってるんですけれども、えー、とこちらにです、ね、メンバーとかあと、まあ、諮問委員会の委員とかして入ってまして、えー、こちらも私あの、えー、と日本の政府代表団の中にしばらく入って参加させていただいていてでこっちの写真あのこれあの国連本部で会議している毎年夏に1回国連本部で会議ありましてそこでの風景なんですけど、まあ、こんな感じですね加盟国ずらーっと並んでるところに日本の代表団の席があって、まあ、そこに座ってですねあの、まあ、日本も頑張っていこう しますとかですねあのそういったようなことを、えー、しゃべるっていうようなことを、まあ、頑張ってやって そ,うそうもそも最後のスライドに来たんですけれども今日申し上げたかったことの一番はですね、えーっとまあ、皆さんあのほとんど意識することなくやっぱりあの地図とかですねスマホとかいろんなものを使っていらっしゃると思うんですけれども、えーまあ、我々地球の上で暮らしているので地球の上でまあそういった位置を知って時刻を知ってそれに基づいて社会活動をして生活をしていくっていうことをやるときには、えー、地球の生活な 科学の形に基づいた正確な位置ではどうしても必要で、そのためには世界でみんなで協力して位置を測るということはあないと、えー、進んでいきませんというところが、本日はあの皆さんにお伝えしたかったことになります。で、測地学はですね、その地球をみんなで協力して測るという科学なので、えー、まあ、あの皆さんもあの普段、 えー、意識されていないと思うんですけど、まあ、もし、あの今日のお話を聞いてですねあなんかスマホを使うときに測地学っていう聞いたことないあの分野のものっていうのが関係してるんだなっていうことを、まあ、トリビア的にでもあのいいんですけどちょっと,、えー、と覚えておいていただけると今日あの私がお話しさせていただけたのはあの価値があるかなと思います。どうううもあありりががととごごござざいいままししたた発表 はい。えっ、ー、と、それでは、お時間になりましたので、えーと、後半の部の方を始めていきたいと思います。えー、次の講師の方は、えっ、ー、と、青山雄一先生です。えっ、ー、と、略歴の方をご紹介させていただきます。えー、1993年に、えー、金沢大学の理学部の方を卒業されて、その後、えーえー、修士課程、えー の、方に進まれました。その後、総合研究大学院大学の数物科学研究科というところで、博士、学校理学の方を取得されています。職歴としては様々なちょっとご経験をされておりますけれども、現在、えっと、2006年の4月より、えっと、国立局地研究所というところでご活躍されています。現職が国立局地研究所、共同研究推進系の、えっと、教授を務めておられます。 え今日はえっと地球環境監視の最前線え南極で地球の変動を図るということで、もう標示からして非常に綺麗ですけれども南極をのでのえっと測地観測についてお話しいただきます。それではよろしくお願いします。はい、えー、ご紹介ありがとうございました。国立極地研究所の青山です。極、えー、立あ国立極地研究所人手不足なのか今三つの部門を兼務しております。 簡単に自己紹介なんですが、今していただいた通りなんですけども、東北つながりとしましては、あの、実はですね、1994年に南極観測に参加しているんですが、その前とですね、帰ってきてから学生として、岩手県欧州市の方にある国立天文台の方で過ごしておりました。仙台にも何回か来てたんですが、あの、もうかなり昔の話なので、なんか景色も変わったなという気がします。 南極の方はですね、えー、第36次1994年から何回か行っておりますが、こうやって並べてみると、最近ですね、2017年から毎年のように、えー、南極にいることが分かりました。あまり日本にいないので、えー、むしろ日本とかの情勢が分かんなくなっているかもしれませんあ。あとですね、極地研究所は今年50周年を迎えました。いくつかイベントやってますので、まだ、あの、よろしければ、 あのウェブページとかご覧ください。で、その局地圏が変わっている南極なんですが、南極というと、まあ皆さん、ペンギンとかですね、こういったペンギンですね。はい。まああとアザラシも可愛いんですけども、アザラシとか、あとオーロラですかね、オーロラ。こういったイメージがあー強いかなと思います。はい。これもですね、はい。オーロラ。 この時はですね、越冬した時、自分が越冬する時は必ずオーロラがあまり良くない時期に必ず越冬してるんですけど、それでもこんな形でオーロラ見ることができます。で、こういった南極、皆さんのイメージ南極なんですが、もう一つですね、名産品である氷があります。南極といえば氷があります。で、今日我々はあの測地学に絡む話は、この氷をどうやって測るかというような話を げていいいきたいと思います、えー、皆さん南極大陸南極どのぐらいイメージをも持たれてるかということでちょっとクイズ的に、えー、スライドを作ってみました、えー、6大陸世界中地球上にある6大陸ですね大きい順に並べるとどういうふうになるかと思いますか心の中で、えーまあ、何番目かなっていうのを思い浮かべていただければいいかなと思いますで、えー、実際答えはですね5番目になります 一番小さいのがオーストラリア大陸でその次に小さい大陸となります地図で見ると大きく見えるんですがやはりあの最初に大坪先生が見せられたような地球儀で見るとまあオーストラリア大陸とあまり大きさが変わらない大陸となりますただ南極大陸違う特徴がありまして背の高い大陸となってます平均標高の方が他の大陸に比べて格段に大きく 2,000m ーーを超える平均標高を持っているとそういった大陸になりますでそれがなぜかというと氷になります、はい、南極大陸なんですが標高 1,000m ーー以下の領域はあー14%としかないで平均標高は 2,000m ーーを超えていますで平均標高がですね 4,000m ーーを超える場所もあって、えー、そういった形の 鏡餅のような形をした大陸になっております。で、全土のえ98%を氷で覆われています。こういったあの南極大陸を覆っている巨大な氷を氷床と言います。で、この氷床がですね。どうやってできたかなんですけども。まあ雪が降り積もってそれがですね。夏も寒いので溶けないでそのまま残っていきますで。 それがですね数万年とか積もっていくと下の積もった雪はどんどんとこう圧縮されて氷に変わります。でそういうふうにしていくと南極の氷の平均の厚さ 2,000m とかです、ね、厚いところは 4,000m 超あるんですけども一番深いところ氷床の一番深いところで閉じ込められている雪今は氷になっているんですが。 それはですね100万年前ぐらいに達するものもありますでこの雪なので当時の空気も一緒に閉じ込められているんですねなので当時の水と空気が閉じ込められたているというそういった特徴がありますでそれを利用しまして、えー、これはですねあの文部科学省の,あの一家に1枚の南極の 紹介のポスターなんですけども、えー、見づらいかもしれないですが皆さんから見て左側の黄色い点線で囲ってあるところですね地球の過去をまあ保存したタイムカプセルということで南極氷床をこうドリルで穴を開けていってそこの氷を取り出してですね後で解析分析することで100万年前近くまでのまあ大気 当時の大気の状態とか、水の状態とかを研究しようというそういう研究がなされています。で、その南極表彰なんですが、まあ、人類生存のためのライフラインとしてまあ、地球の氷の約90%が存在していて、でえまあ、地球表面の温度を安定させる。まあ、大冷却源でもあります。だから、気候変動を緩和させる働きを持つであろうと考えられています。 この南極の氷が全て溶けてしまうと世界中の海の海水面がですね約60メーター上昇すると考えられています。それとですねもう一個重要なあの意味がありまして、えー、南極の氷はですね、えー、皆さん普通に、えー、食べたり飲んだりすることができるんですね。えー、淡水と呼ばれるものです。でえー、それがですね地球上の淡水の約60%を占める 貴重なな水資源となっておりますそれ以外もですね南極から地球の過去現在そして未来を見ることができますしそれからあの地球の変動のシグナルとか宇宙とか太陽系を見る窓としても使われているこんなところで、えー、去年から始まった6カ年計画ではあのここで示されていますように丸1と書いてあるところですね再呼吸のアアイスコア 採取を軸として古環境の研究観測から探る南極氷床と全球環境の変動を探るといったような研究それ以外にも氷床と海洋がどうやって、えー、解けたりそういったことをするのかというメカニズムを開発解析する研究などがなされています。でこういいっった研究のののの起点となっているのが日本の南極観測の えー、基地になりますで一番あの大きなものというかずっと続けているものとしましては皆さんご存知かもしれませんがあの昭和基地と呼ばれる基地になりますこちらの方は1957年開設になってますでその他水穂基地飛鳥基地というのがあるんですが現在は閉鎖しておりましてあともう一個ですね先ほど来言っておりましたあ地球の昔の 大気とかを採取するための、アイスコアを取るための基地として、ドーム富士基地というものがあります、えー。昭和基地の方ですね、こうやって見ていきますと、あ、1957年、こんなような形で解説、えー、されました。それから50年以上経ってですね、現在同じ場所で見ると、当時よりも雪が増えていたりとか、あと建物もですね、えー、現在の方はですね、えー、61ということ 61棟の建物がある非常に大きなな基地となっておりますただですねこちら昭和基地の方なんですが南極大陸上にはありません南極大陸から4キロ離れた東オングル島というところにありますでええ右側の写真を見ていただくと、えー、分かるんですがあの岩が直接あの露出しているようなそんな島になります。 で、えー、緑の植生とかは一切ありません。こんなようなところに、えー、ですね、日本は基地を作って、そ,そして、えー、もう50年以上ですね、各種観測が行われています。例えば気象庁による気象観測、それからあの先ほど宮原さんがいらっしゃった国土地理院の方も、即、まあ、地観測の方がなされておりますし、それから、えー、海上保安庁さんの潮石観測も 長い期間続けられておりますまたあ情報通信研究機構ですね大坪先生が最初にいらっしゃったところですがこちらの方も電離層の観測がかかなり昔らら続けられていますそれ以外にも非常に長い期間数十年間変わらない品質で続けている昭和基地の観測というものがありまして、まあ、オーロラとかも初めてですねあとは地球温暖化ガスの量を観測したりとかですねそういった あすみませんはい、えー、観測が続けられていますその中で、えー、地球環境監視に介して測地学は何をしているのかということをこれから紹介していきたいと思います先ほど言いましたように南極氷床ですね、えー、淡水としての水資源としての価値もあるということですが もしですねまあ皆さん興味があるのはこの氷床が解けてしまったらどうなるのかということなんですがまあ6 0ー,ー海水面が上がるとなるとこのような地球になってしまいます南極大陸は今まで背の高い大陸だったんですが氷がなくなってしまうと、まあ、世界で一番低い大陸になってしまいます皆さんが住んでいる日本もそれから近隣の中国もですねだいぶ痩せ細った形になります 東京とかはですね、どうも海に沈んでしまう可能性が高いというようなことが示されています。なので、え皆さんですね、この南極の氷が溶けてしまわないか、どれぐらい溶けているのかというのがまあ、興味の高いところだと思います。で、この南極氷床が溶けて減っているのかどうかということなんですが、えー、っとですね、実はあのよく皆さん映像で見られるあの南極の氷床が溶けているというのは 西側、西南極と呼ばれる側の方でそういった現象が多く見られています。で西南極、東南極ですね、えー、真ん中にある南極横断山脈で分けているんですけども、西側はですね、全部溶けても、えー、海面上昇5メーター程度、東南極の方は52メーター程度ということで、えー、こういった海面上昇に非常に大きなインパクトを与えるのは、東側の方の氷ということになります。 でこの、えー、南極氷床の量の変化をどのように測ればいいのかということなんですが1、まあ、つはです、ね、どれぐらい氷が海に流れていってしまって溶けているのかというようなことですね。それから、まあ、表面の高さを調べて体積の変化を調べていくという方法もあるかもしれませんしあとはです、ねまあ、体重を調べてあげればいい。 それと、まあ、世界中でですね海面の上昇を調べてあげれば、まあ、わかるんじゃないかということになります。ただ、いくつもですねいくつかはですねそれぞれ欠点もありまして、まあ、これからですね世界中で海面の上昇を調べるという話をするんですけどもこれにはですね海面高の変化を図る基準が必要しかもそれが世界中で共通の基準が必要というところになりますがこの辺の こについいいて、えー、紹介したいと思います,、えっとすね、ここ2003年から2008年に関して言いますと、えーえっと、南極氷床全体とですねそれからあの地球全体ですねグリーンランドも含めた地球全体が1年間にどれぐらい解けているかというのが調べられています。で えー、世界あ地球全体だと年間ですね300ギガトンぐらい減っていると言われていますこの300ギガトンってどれぐらいかというと、えー、地球上の海面が1ミリ上昇した場合に、えー、海に流入した水っていうのがだいたい計算してみると360ギガトンなんでまあたい、えー、300ギガトンの、えー、氷がですね海に流れると年間1ミリ 海面が上昇するとということになりますで300ギガトンというのは日本人がだいたい25年かけて使用できるそ,んでそういった水の量になります南極全体はですねそのたい3分の1ぐらいになりますが、えーまあ、ここで明らかなのは、まあ、海面上昇先ほどあの講演で大坪先生が見せられたように、まあ、3ミリとかそういった話になっていましたが まあ実際もですね南極と北極の氷が溶け,た溶けているのでも、まあ、年間1ミリ程度しか上昇していないといなななととうことになりますなんか最近ですねいろんなところで、えー、赤道付近の島がですね海面上昇で沈んでいるとかそういう話題があるんであれおかしいなと年間1ミリだったらそんなことならないんじゃないかなと思われるかもしれませんが、えーとですね、ここはあの。 ちょっとトリックというかがありまして、えー、海水の温度によって、えー、海水が膨張するんですねそれによっても海水面の高さが変わってしまいます例えば、えー、20度の海水と25度の海水ですねこちらを比べてあげると、えー、密度比を計算して例えば水深 100m の場合だったら約 14cm 海面が上昇したことになります温度が違うだけで1 4ンチ。 上昇してしてままいますということで、えー、海がだんだんとあったまっていると、えー、見かけ上海面上昇が起こるという効果もあります。で、まあ、海水温が高くなる影響そして海面上昇それとですねもう一個ですね最近では南極の氷を溶かす主な原因としては、えー、海海水温ということになっていますのでどちらにも効いてくるので、まあ、地球温暖化にはですね海の温度 をいかに下げてあげるかが重要なのかもしれません。ただ、こういったことをですね。的確に捉えるためには、まあ、年間1ミリ程度で上昇している海面の変化をきちんと測ってあげる必要があります。で、その時にどこから測るのが正解なのかというのが問題になってきます。 で先ほど来ありますように地球上どこでも共通の高さの基準が必要でそれは年間1ミリ以下の変動を記述できる精度ととと安定性が必要ということにな,りますなので先ほど宮原さんの話題にありましたように基準地球を測る基準の座標を基準を作ってあげるということは非常に重要ということになります。 でそこで先ほども紹介された g ー g o s というものが出てきて高さの基準であったりとか測地の基準であったりとかあと海水準変動の監視と予測などを行うプロジェクトとなっております。でこれも先ほど来あの紹介されてましたがそういった g ー g o s では VLBIGNSSSSLRDRIS という観測装置を使って位置を正確に測りましょうということになっております。 でこのうちの、ね、SLR を除く3つの宇宙測地技術を昭和基地でもう30年以上にもわたって観測を続けていますという紹介をさせていただきますこちらの地図にありますように狭い中で各種測地観測がなされていますで今ですねこういったものをこういった観測を通じて地球環境変動を 測定する基準にもなるような一の基準を作っていくことに貢献しています。で、SLR を除く観測局をあ観測装置をすべて昭和基地は持っているということなんですが、南半球ですね。え特に南36度以内に関しましては、三つ以上の宇宙測地観測を行っている観測点というのは昭和基地だけとなっています。 でですのでここの観測を維持していくことが重要で我々は、ね、毎年隊員を派遣してこの観測を維持していただいていますで今現地にいるです、ね、隊員の方にその測地観測の紹介ビデオを作っていただいたのでご覧ください<あ>皆さんこんにちは64時で地形モニタリングを担当しています兵庫です こちらは昭和基地に設置してある GNSS のアンテナです。1991年から運用が開始され、現在まで観測が続けられています。このアンテナですが、1999年に正式に IGS の観測点として登録されました。この観測データは、通信衛星を用いて毎日日本へ転送され、全世界に公開されています。 次にこちら奥に見える建物重力形室になりますが、えっと、中にある超伝導重力計の説明に移ります。はいえっと、今です、ね、1991年と言われましたが実際は1995年からですね、はい、ただですねご紹介あの今、紹介していただいた通りにもう、えー、30年近くこういった観測が継続されています。 こちら、国土地理院さんの方がですね、ずっとあの、えー、維持されている観測、あの、観測になります。ただ、あの、国土地理院さんの方は、あの、越冬と言ってですね、冬を越す隊員を出していないので、その部分は、あの、局地圏から派遣している隊員の方で見ていただくようにしています。はい、続きましてですね、えー、重力系の紹介になります。 はい、えー、重力計室の中に移って、えー、移動してきました。こちらですがミニハウスの中に重力計があります。小牧市は冬の期間マイナス三十度近く低温のことがありますが、年間を通して二重、えー、度前後になるように、えっと、毎日調整をしています。重力の測定方法ですが、絶対重力測定と相対重力測定の二つがあります。超精度重力計は超電導コイルが作る極めて安定した 例えば2、2. 5センチ程度の球を浮上させ、その位置変化を検出することで重力変化を測定する相対重力計のことです。南極は地震や大きな地殻変動がないので、直感安定した重力変化を測定することができます。どれくらい測定できるかと言いますと、重力の1兆分の1にあたる1ナノバルまで測定可能です。 東北地方、太平洋沖地震の後は2か月以上地球の揺れをこここでで観察することができました今ありましたように重力を測っています重力はです、ねえー、絶対重力と呼われるものと相対的な重力変化を測るものがあります。で絶対重力 絶対的な重力値を測る絶対重力測定というものは1992年からこちらの方の昭和基地で行われていますで、まあ、3年から5年に1度ぐらいずつですね繰り返し測定がなされていますでもう一個ですね相対的な重力変化を測るものとしましては同じくやっぱり1993年から えー、超電動重力計というもので、えー、測っておりますでこちらどれぐらいの,あの重力が測れるかというと皆さん重力といえばまあ9.8なんですけども実際ですね、東京立川で測ってあげると9.8よりちょっと小さい値になります一方南極はですね、9.8よりちょっと大きな値になります で、数字が入っていて、えー、はてなはてなと書いてあるところが、先ほどの紹介ビデオでありました、ナノガルというところになります。これぐらいの、あの、桁数のところを測ることができます。はい。で、こんなのを測って何がわかるのかということなんですけども、まあ、こういったですね、えー、重力系の下の物質が、 重くなると重力は大きくなりますし、軽くなると重力は小さくなりますので、えー、地下、あるいは重力系の下にあるものがどう変化したのか、質量がどう変化したのかということを捉えることもできますし、またですね、えー、重力系のある場所がちょっと高くなると重力は小っちゃくなりますし、低くなると重力は大きくなるんですね。そういった地殻の変動を捉えることもできます。 なのでですねこういった重力観測を続けることで高さの基準を作ることにも非常に役立つという観測になっていますで、えー、先ほどですねビニールハウスに覆われてて見えなかったんですが青っぽいものが超電動重力計になりますでその右側にあるのが絶対重力計でこちらの方で重力観測を並行して行っている時期もありましたでこういった観測をですね、まあ、並べてみますと こんなふうになりまして、えーまあ、2010年ぐらいまでは、えー、なんとなく重力が下がっているこれはですねおそらく地面が隆起して重力値がちっちゃくなったんだろうと思われますし2010年以降ですねあまり変化がないように見えるのは、えー、2010年からですねこの昭和基地の周りのあたりはものすごく積雪が多くなってますなので、えー、重力計より下にある多分積雪 によるま引っ張る力がですね大きくなってのとそれから地面がこう持ち上がるのが相殺してまああまり変化がないんじゃないかということが考えられます。こういった観測が続けられます。でそれ以外にもですね先ほど来から紹介がある VLBI 観測も南極で行われています。こんにちは多目的アンテナ担当の井上と言います。 私からは VLBI 観測で用いるアンテナについてご紹介しようと思います。後ろに黒いドーム状の建物があると思いますが、これは1989年に30自体が建設した建物で、中には直径11メートルの大型パラボラアンテナが設置されています。このアンテナは天体からの電波を受信することができるため、主に VLBI などの観測に用いられてきました。 アンテナを覆う黒いドームはレドームと呼ばれており、これは雪やブリザートからアンテナを保護する役割があります。続いてレドームの色に注目していただきたいのですが、向かって左半分が黒くなっていることがわかるでしょうか。えっ、ー、と、実は昭和基地は東からの風が多いため、このように、えー、東左半面だけが劣化が進みやすいという特徴があるため、 修繕をした左半面だけが、えー、偏って黒くなるという特色があります多目的アンテナ担当としての役割はこのようにアンテナの保守が主な仕事となりますが VLBA 観測を行う際は地検モニタリング担当の兵庫さんと協力しながら観測を行っていますなおアンテナを稼働させる際は 20kW と 非常に大きな電力を使用するため昭和基地の電力が枯渇しないように電力を制御する隊員とも協力しながら行っています64時台では全部で7回の VLBI 観測を行ってきましたが今のところトラブルもなく、えー、無事に完了してきました、えー、毎年メンテナンスを続けてきたことで34年にわたって活躍してきた大型アンテナですが これからもしっかりとメンテナンスを行って、えー、65時帯で引き継ぎを行っていきたいと思いますこれがです、ね、実際のアンテナが動いているところになります。 はい、こ,ういったこういうふうにアンテナを動かしてですね24時間で200回から400回ぐらい天体の電波を受信する VL 観測をですね年間8回から10回程度実施しております。はい、でこれがその1989年からやっているんですけども、まあ、実際、ですね定常的に観測を始めたのは1998年からになりますが、まあ、20年以上観測が続けられています。 でえー、古いシステムなのでまだフロッピーディスクとかですね NEC の98なんかが一部使われている状態なんですけども、まあ、先ほどありましたように隊員がメンテナンスを続けて今も観測が順調にできている状態になっていますこうして得られた、ね、VLBI のデータからあの各観測局がどれぐらい動いたのかという地面の動きですねこちらの方、えー、示しているんですが南極昭和基地はですね この図で見るとほとんど動,動いているのが見えないというようなぐらい安定したところに位置しております。あとですね、ドリスという観測も行われています。これ、日本国内ではですね、えー、なくて、まあ、南極が唯一日本が運用を携わっている局となります。で、こちらの方もですね、30年近く。 以上にわたってて観測が継続されています。地上のです、ね、灯台からこう電波を出してそれを衛星が受けて衛星の軌道を正確に決めその逆にですね電波を発している位置を正確に決めるという観測ができます。VLBI などは北半球にいっぱい観測点が偏っているんですがドリスに関しましては割と地球上 均等に、えー、配置されていますこれがですねあの地球を覆うこうネットがですね均質であるというところが特徴になりますただですね特に昭和基地はですね、まあ、この地図のトリックもあるかもしれませんが割とあのカバーしているところがですね他と重なっていなくて重要な局となっていて、えー、維持するように、えー、努力を日々続けておりますですがあの トリスの観測機を置いていたですね、えー、建物が昨年ちょうど壊されてしまいまして現在、ですね、その移設に向けた作業を去年から行っていて今年、一応移設を完了する予定となっています。それ以外にもですね、海上保安庁さんが運用している、えー、県庁儀海面の あの変動を図る観測が行われています。で我々もです、ね、それに対抗してです、ね、同じような場所で GPS ををを置いいてて同じように海面の動きを捉える観測をしていますでこういったあのいろんな観測が揃うことで,、えーっとですねまあ、地球環境変動を測る基準ですねこちらの方で各種測地観測の維持が行われていて、まあ、数十年間変わらない品質で続けている。 でいろんなこういったデータがあるとですねいろんな時間のスケールで変化する現象を明らかにすることができて今後のですね地球温暖化予測とか地球環境変動予測に役立てられていきます。でえー、時間があればですね氷床変動やそれに伴う地殻変動の観測についても紹介したかったんですがちょっともう時間がないのでここまでにしたいと思います。ただ、えー、測地観でですね長いいい期間やらななきゃいけないので まあ次の世代を担ってくださる方が必要なので、ぜひです、ね、興味を持った方、高校生、大学生の方がいらっしゃったら、観測にご協力いただければと思います。以上ととなりりまますどううもありがとうございました 今回の講学講座最後のご、えー、と講演となりますけれども、えー、と三浦聡先生の方にお願いをしております略歴の方を簡単にご紹介させていただきます1981年の3月に東北、えー、大学理学部天文および地球物理学科第二の方を卒業されてその後、えー、と博士課程の方に進学されております そして1985年の1月に東北大学理学部付属地震予知観測センター助手またその後助教授、准教授、江戸教授で2011年の4月には東京大学の地震研究所の方でも教授の方を務められて現在は東北大学大学院理学研究科付属の地震噴火予知研究観測センターの教授及びセンター上の方を務められています。 本日はですね、防災を支える測地学、地球の形を正確に測るということで、防災応用の方に関しましてもご発表いただけるものと思います。それでは、三浦先生、よろしくお願いします。どうもご紹介ありがとうございました。東北大学の三浦と申します。よろしくお願いいたします。えっと、今まで、お三方の先生方から、測地学についていろいろ詳しいお話、えー、伺ってまいりましたけれども。 あの私の方からはですね、えーまあ、タイトルにありますようにあの測地学の非常に大きなその応用分野の一つであります、まあ、あの防災あるいは減災ですねそういったものにどのように役立つのかということをあのお話ししてまいりたいというふうに思います、えー、ともしその地球の形をですね、えー、正確に測ることができればということで、えーまあ、スライドを作ってみましたけれども あの、まあ、高精度の測定をですね、えー、何回も何回も繰り返し行うということによって、その地球の形の時間変化がわかるということになります。すなわち、これは、あの、地殻変動を捉えられるということにつながるわけです。じゃあ、その地殻変動の原因というのはった何かということですけれども、これは、あの、地下で起きている様々な現象ということになります。まあ、一つは先ほど、あの、ご質問にもありましたけれども、そのプレートの沈み込みですとか、あるいは、 地震発生やその準備過程、あるいは地震、大きな地震の後のですね、我々予行変動と呼んでますけれども、そういった現象、あるいは火山噴火に至るマグマや熱水の蓄積過程、あるいは移動現象ですね。こういったことが見えてくるということになります。で、こういったものが見えてきますとですね、あの、我々、測地屋さんの方では、まあ、モデリングということを行いまして、 その地下で何が起きているのかということを、まあ、推定するという作業を行います。まあ、こうすることによって、その地震あるいは火山のですね、ハザードの予測といったものができて、それがまあ災害の軽減につなげられるだろうと。まあ、そういう考え方です。で、こういった研究はですね、あの、まあもちろん個々の研究者が取り組むということもありますけれども、まあ、現在、あの、日本の中ではですね、えー、と文科省の方で 災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画という、まあ、プロジェクトが、まあ、何年も前からですけれどもあの立ち上がっておりまして、まあ、全国の大学あるいは研究機関のオ、ね、ールジャパンの体制でこの観測研究計画を、まあ、遂行しているということになっております、まあ、これは実はあのかつてはです、ね、地震予知計画ですとか火山噴火予知計画とい言われていたものが、まあ、現在は統合されているということになります でこの計画なんですけれども、まあ、測地学だけではなくてです、ね、地震学、火山学、まあ、岩石学、地質学、地球化学、まあ、災害科学、考古学といった非常にその広範な学問分野の研究者がまあ集まってです、ね、研究を進めているというものになります。 で、今日はですね、あの、まあ、この防災への取り組みということで、ええー、まあ、非常に多岐にわたった応用が進められているわけなんですけれども、まあ、時間もありませんので、その中のいくつかについてだけご紹介してまいりたいというふうに思っております。で、最初はですね、キネマティック GNSS 解析による地震断層モデル推定ということになります。えっ、ー、と、今まで、えー、前の講演の先生方からご紹介ありましたけれども、GNSS 即位、 という、まあ、テクノロジーがあります。で、えー、最も単純なあの応用としてはあの、単独即位という、これは皆さんがお持ちのスマホですとか、あるいは車に取り付けられているカーナビですね、えー。こういったもので行われているものですけれども、まあ、衛星から送信されてくる衛星の位置情報、あるいは時刻情報等を用いて、まあ、即位を行うというものです。ただ、えーと、精度はですね、メーターオーダー、 とということに限定されてておりましてただこれでもです、ねまあ、応用分野としては例えばスマホの中の地図アプリで目的地に到達することが可能になるといったことが、まあ、皆さん経験としてすでにお持ちかと思います。でこれに対してです、ね、このメーターオーダーですと地殻変動を検出するという目的にはちょっと精度が足りませんそれでどうするかというと、えー、精密単独測位あるいは精密相対測位と。 いった解析手法を行うことによってですね、精度を上げるということになります。具体的にはその衛星から送信されてくる電波そのものですね。この電波というのは1.1ギガヘルツから1.6ギガヘルツぐらいの範囲内。えっ、ー、とテレビのあの地デジのですね周波数帯 UHF 帯ですけれども、それの数倍の数倍高い周波数帯域になりますけれども、そちらの電波のですね搬送配送というまああの をを使って、えー、即位を行ううというものになりますですので、まあ、あの装置としてはですねこちら写真示しましたけれども、えー、スマホのような小さいものというわけにはいかずにですね、えー、まあ,あの底面積が20センチ20センチぐらいの、まあ、大きめのお弁当箱ぐらいのものになります、えー、ただ、まあ、これもですね最近の技術革新で非常にこ,れこ,のこの程度まで小型化されてきたわけなんですけれども 当初はですね、あの小型のスーツケースぐらいの大きさがあったものになります。それから、えっと右側がですね、これはあのこの高精度測位のためのアンテナ、特別なアンテナでございまして、えー このような形をしています。えっと、半径が、あ、直径がですね、だいたい40センチ弱ぐらいのものになっております。まあ、今までのあの、ご講演の中で、あの、まあ、柱の上にアンテナがついてますというお話ありましたけれども、まあ、あの、すべて写真に写ってるのはですね、この上にこう、被っているレドームという、まあ、雨とかそういったものの、えっ、ー、と、雪とかですね、そういったものを避けるためのドームがかかっているわけですけれども、アンテナ本体としては、まあ、こういうような形をしているということになります。 それで、えーとあ、それからです、ね、もう一つ、えーとえーまあ、あのこのぐらいの、えーとまあ、専用のです、ね、受信機、特別な解析方法を行うことによって、まあ、精度としては、えー、とこちらにありますようにミリメーターオーダーの精度が実現できると、まあ、このぐらいの精度になりますと、地震や火山に伴う地殻変動の検出ですとか、まあ、あるいは今日はお話しできませんけれども、えー、と車ですとか、あるいは農機具の自動運転と、そういったアプリケーションにも使えるということになります。 それともう一つですね、解析手法として二つ、大きく二つありまして、スタティック解析と、それからキネマティック解析というものがあります。スタティック解析というのは、これは数時間から24時間のデータを一つ、一塊のデータとして、まあ一つのその即位解を得るという、まあ平均的な位置を決定するというものです。 他方、このキネマティックは、これはデータのサンプリングごとですね。まあ、あの、代表的には1秒サンプリングですけれども、その1秒サンプリングごとの位置を決定できるという、そういう解析手法です。で、このキネマティック解析をですね、用いて行われた研究の一つ、次にご紹介いたします。こちら GNS データのキネマティック解析の事例ですけれども、この地図何かというとですね、12年前の 3.11、東海地,地震ですけれども、この時の,あの東北地方東、えー、東日本ですね、北海道に入っておりませんけれども、そこでの GPS 観測点の、えー、動きを矢印で示したもの、それから色ではですね青、青から赤まで色がありますけれども、こちらは地盤の隆起、えー、沈降を表したものです、青色が沈降それから赤色が隆起、えー、と。 いうものになっておりますで、えー、こちらですね、1秒ごとのその GPS のデータを使って、あの1秒ごとにその地面の動きを追ったものということになります。えっ、ー、と、あ、それで、えー、時間間隔としてはですね、地震が発生してから430秒間ということになります。えっ、ー、と、もう一度ご覧いただきたいんですけれども、えっ、ー、と、 これでですね、えー、だんだんこの震源に近いところから矢印の大きさがどん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 こう長く伸びていく様子がご覧いただけるかと思いますけれども、こういうような時間経過をですね、たどって、この東北地方がまあ近く変動を起こしたという様子がご覧いただけるかと思います。で、さらにですね、こちらにあの長方形の,あの箱がありますけれども、こちらは何かというと、こういった観測されたデータを使ってですね、あの推定された断層面の大きさになっております。 でこういうことからです、ね、この断層面でどれぐらいの滑り量が起こったかというのを推定することもできることになっておりましてこういったことからその起きている今発生している地震の規模を推定するということが現実に可能になっております。 でこちらの、えっと、研究はですね、今日あのそちらであの司会を務めて,いた,だい,ていただいている太田さんが中心となって進めていただいた、まあ、研究になっておりますけれども、まあ、こういったことでですね、その断層、地震の規模をですね、あの的確に、えー、しかも早くですね、捉えることによって、その防災対策ですとかそういったところに役立てられるだろうというふうに考えられるわけです。 で、実際、こちらの、えー、と考え方ですね、を、えー、応用しまして、えー、国土地理院さんとのまあ共同研究開発ということを行いましてですね、リガードというシステムがまあ出来上がっております。これは何かというと、まあ、あ GNSS のデータですね、それをリアルタイムで解析しまして、先ほどまああのアニメーションでお見せしましたように、断層面、断層モデルをあのできるだけ早く推定するといったシステムになっております。 で、えー、最近はですね、まあ、こちら、あのー、国土地理院さんだけではなくて、ですね、もう一つ、JR 東海さんとの参観学連携ということが始まりまして、これ、昨年の12月でしたけれども、このリガードの結果をですね、さらに、えーとえーとえー、とリアルタイムでその津波の浸水被害予測に使おうということになっております。 で、まあ、これにつきましては、その津波研究者であります、東北大学の災害圏の越村先生もあのにも入っていただいて、まあ、こういったシステムができているということになります。で現在、まあ、発信後30分程度でですね、各地点の津波の浸水深、あるいは浸水の範囲ですね、そういったもの、さらに建物被害等の予測までも含めて、 できるようになっているということです。まあ、あの JR 東海さんの方では、その地震発生時の津波情報を、ま、運行現場の方に、ま、正確に、えー、かつ迅速に配信することによって、ま、運行計画ですとか、あるいは旅客のですね、旅客の皆さんの、ま、安全確保とか、そういったものに役立てるという考え方に立っているシステムでございます。 はい、えー。それでは次にですね、えー、傾斜観測によるゆっくり滑りの検出というお話を、えー、いたします。こちらですね、傾斜観測とは何かということなんですけれども、あの、即地観測の、まあ、あの、一部としまして、えー、こちらにありますように、えっ、ー、と、地殻変動連続観測というものがございます。これは何かと申しますと、ある地点に地殻変動連続的に測る計器を設置して、まあ、観測を行うというものです、えー。具体的には傾斜系、伸縮系、あるいは歪み系、 それ以外にもありますけれどもそういったこういったです、ね、計測器で得られる時間分解能の高いデータまあ,あの標準的には100ヘルツ程度まで、えー、まあありますけれどもそういったデータが、まあ、得られるという長所がありますただあの景気のです、ね、長期安定性についてはいろいろな問題がありまして、えー、長,期変長期的な変動に関してはその信頼度が低いというのが実情でございます ただ、あの、時間スケールの短いですね、地殻変動を捉えるということについては非常にメリットがございまして、地震あるいは火山研究への応用が進んでおります。で具体的に、あの、こちらですね、図に示したのは、その、ボーリングの穴の底に埋めるためのまあ傾斜系になっております。どういう仕組みかっていうと、この青い枠が、これがあのその傾斜系本体のケースですね、その断面図だと思っていただければと思います。 その中にこの黄色で示したような振り子が吊り下げられていて、えー、まあ本来であればこのケースが傾けばですね、えー、延直方向に、まあ、下向きにこう、えー、ケースと、 まあ相対的な位置が変わるわけなんですけれども、あの、この傾斜系の特徴としましては、ここにあの、えっ、ー、と、その振り子のですね、加担の部分に、えー、まあコンデンサーの曲板の一方、それからケース側の方にもう一方が、あの、設置、あの、付けられておってですね、ここはあの、キャパシタ、あの、コンデンサーを、まあ、構成するようになっていると。それで、まあ、傾斜によって、この振り子の位置が変わったときに、この、 えっと、コンデンサーの容量がですね、変化するわけですけれども、それを検出してですね、あの、フィードバック回路を返しまして、こちらにありますように、あの、ま、振り子に取り付、取り付けてある、あの、マグネットと、それからケース側につけてある、あの、コイルですね。このコイルに流す電流を変えることによって、この振り子がケースに対して、いつも一定の位置を保つようにですね、ここで、あの、電流を流してやると。 でその電流の変化を、えー、電気的にあの、まあ、検出しまして傾斜変化に、まあ、読み替えてやるというようなことを行っています。まあ、こうすることによってですね、えー、ただ単にそのただぶら下げるよりはですね、この一番こういった景機の問題となるのは、この振り子を吊り下げている視点の部分の、まあ、クリープ現象といったものがありまして、えーそ,まあ、そういったあの長期間にわたるあのクリープ現象といったものが、まあ、避けられると。 まあ、裏を返せばその長期的な安定性が得られるということで、まあ、こういった方式を取っているということになります。でこういった契機がですね実は <laughs> 日本全国にかなり多数設置されています。でこちら何かというとあの高感度地震観測網これは防災科学技術研究所が全国に設置しているものですけれどもあの本来の目的はですねあの例えばあの、えっと、緊急地震速報のためのデータ地震のデータを取るということ まあ目的になっているんですけれども、まあ、あの実は同じその地震計とです、ね、同じあの筐体の中にさっきご説明しました傾斜計というものも設置されていてあの全国このような約800か所ありますけれどもこういった場所でその傾斜の観測もできるようになっているというシステムになっています。それであ失礼しましまた <laughs> それでですね、実はそのハイネットの地震観測網のデータをですね、えー、じっとあの、えっと、丹念に見てい、 いいいただいていただて研究者の方小原さんという方がいらっしゃいますけれどもこの小原さんというのは実は仙台市の出身でして私の学年1つ下の後輩になるんですけれどもこの小原さんがですね、あの発見をしました正規の発見っていうのは何かっていうとこちらの地震計の記録になるんですけれどもちょっとスライドの方は不鮮明で,です、ね、分かりにくいかと思いますけれども時々こういった記録を見るとですねこちらの方が見やすいかと思いますが。 この地震のえっと振動の記録がですね時々こう各観測点で同じ同期してですね同じようにこう振幅があの増えるあの時間帯があるというのを発見しましたでこれをですね震部低周波微動とまあ呼んでいる今現在を呼んでいるわけなんですけれども、まあ、それを発見してですねその原因を探ったところですねあの震源が例えばこれは四国の下ですけれどもあのこのえっとオレンジ色に見える 丸がそのこういった深部停止はビードの震源を表していますけれどもそれがあのこういうふうに、えー、とあるそのプレートのですね等身線に沿うようにまあ分布しているというのをまあ発見されたわけです。でこれがですね、えーとまあ、プレートの境界で起きているまあ現象の、まあ、をあの原因とする えーまあ、微動という現象だということをまあ発見されたということですでこのえっと微動現象に伴いまして実はその傾斜も変化しているということがまあその後明らかになったということですでこちらそのデータなんですけれどもこれは横軸が2001年から2年間の時間軸になっておりますけれどもこの下の棒グラフがですね先ほどご説明したその深部低周波微動の えっと、時間あたりのまあ発生個数になっているんですけれども、時々こういうふうにまあバースト的にえ多数の移動が起こっている期間があるというのがあのご覧いただけるかと思います。まあ、この今、赤、ピンク色のハッチで示した部分ですけれども、で、その時のですね、傾斜のデータがこの上に示されたものなんですけれども、先ほどご説明した傾斜系で取られたデータです。で、よく見ますと、まあ、あの、かなりこうギクシャクしていて、はっきりしないんですけれども、 特にこの微動の発生している付近だけを着目するとです、ね、明らかにこう普段とは違う,こう右上がりの変化が見えているということがご覧いただけるかと思います。でこういった現象をです、ね、あのプレート境界で起きている断層運動というふうに、まあ、あの考えることができるわけですけれども、えー、とあその前にこちらがその微動水色の棒グラフの微動とです、ね、それから傾斜変化をまあ大写しにしたものになります。 でこういった現象をそのプレート境界で起きている断層運動だと思って解析してやるとですね、まあ、こちらに示したように、えー、と推定されたこのピンク色で示した、えー、区形がですねその各イベントで、えー、その断層運動として滑ったと思われる領域を、まあ、示したものになります。えー私これはあの <coughs> えと場所のすべてをすべてのパラメータを決めるというのはちょっと無理がありまして、えー、そのプレート境界で、まあ、断層動が起きていると、まあ、そういう過程のもとに、えー、推定された結果ということになりますで、えー、こちら、えー、と矢印で示したものがあのこの青,青い矢印で示したのが先ほどのグラフで示した観測された傾斜系、まあ先ほどは え、一箇所の観測点だったわけですけれども、まあ、それ以外にも、この周辺のいくつかの観測点の結果を示しております。で、え、で、白の、白抜きの矢印がですね、この断層モデルから計算されたものということで、まあ、おおむね、その観測された傾斜変化を、まあ、説明できているということがご覧いただけるかと思います。で、こういったものがですね、こういった現象がですね、この、こちら、四国の下に沈み込んでいるフィリピン海プレートの、え、プレート境界で、 起きている、まあ、ゆっくりとした断層運動であるというふうにあの、まあ、結論付けたということになります。 で、え、こちらですね、え、通常の地震は、あの、割と短い時間で、あの、ぐらぐらと地震を発生して終わるわけですけれども、え、こちらはそのプレート境界で起きる、え、まあ、プレート境界地震のメカニズムを、まあ、模式的に示したものですけれども、普段、えー、と、沈み込むプレートで,ですね、上番側の、陸側のプレートが固着していて、それがある時期に、あの、急激に滑って、え、地震を起こしたり、あるいは津波を起こしたりということになるわけですけれども、先ほどのような、 あのゆっくりした滑りも起きるということが、まあ、データ測地観測の結果、まあ、地震観測もそうですけれども、えー、分かったということになりますえ、まあ、ですから断層面の特性によっては地震動を起こさないような非常にゆっくりとした滑りが起こるということが、まあ、発見されたということになりますでこういった現象はですねあのどういう意味を持つのかということなんですけれどもこちら えと先ほど、えー、ご説明した、あの、深部低周波微動がこの赤の点々で示されているんですけれども、えー、それに対してこの赤,、えー、と赤い、えーまあ、曲線で示されているものは何かというと、まあ、昨今、えーまあ、発生が危惧されておりますけれども、南海トラフの巨大地震の想定震源域ということになりますが、それをに沿うようにですね、その深い側にこういうふうに分布しているということが分かっております。 それからさらに浅い側のですね、南海トラフに近い側でも、こちらはあのゆっくり滑りというよりはあの非常に低周波の地震動ということになりますが、そういった現象が起きているということが分かっております。で従いまして、こういったスロー地震と我々呼んでいる、まあ、ゆっくり滑りですけれども、そういったものがですね、巨大地震の発生にも、まあ、影響を及ぼす可能性があるということにが考えられるわけです。ですので、まあ、こういった現象をですね、えー 常日頃からあの丹念に追い,追いかけていくことでですね、こういったその想定されている震源域にどれぐらいその応力が溜まっているのかといったことが、まあ、将来的にはわかるようになるのではないかというふうに考えられます。で、この小原さんたちのですね、まあ、世紀の発見を、まあ、えきっかけにしまして、この太平洋、環太平洋の、まあ、プレートの沈み込み帯ではですね、至るところで同様の現象が、まあ、見つかっています。 でですのでスロー地震というのは、まあ、沈み込み体を特徴づける、まああのまあ、新しい指標となるというふうに考えられておりまして、まあ、各国で,各国で,です、ね、あの研究が進められているという状況になります。えっと、それでさ最後にひ、ねえー、歪み傾斜観測あるいは水準測量による火山活動モニタリングということでお話ししていきたいというふうに思います。 で、同じ地殻遠動連続観測ですけれども、まあ、この場合は伸縮系ですとか、水管傾斜系といったまあ観測になります。で、伸縮系の測定原理は何かというと、こちらの下の図に示したように、えー、と岩盤の上にですね、えーまあ、2箇所の、まあ、測定台を置きまして、その間にこう基準尺、長さの変わらない、えーまあ、物差しをまあ渡しておくとで。片方はこの岩盤にまあ固定する。 で片方は自由端ということでまあそれぞれ相対的に動くようにしておいてですねその動きを変異センサーで測るというようなことを行いますで例えばこの下,図下の図のようにですねあの岩盤が伸ばされてこのような位置関係まあここで x という変異が生じるわけですけれどもまあそれを電気信号に変えてやってやると、まあ、その歪みがですね l 分の x という まあ数式、簡単な数式ですが、こういう形でその歪みとして定義できるということになります。で、まあこういった、あの、まあ原理は簡単なんですけれども、まあ分解能としては10のマイナス10乗の歪みが、あの、測定できると。で、最初の大坪先生のお話にありましたけれども、10のマイナス9乗とか10のマイナス10乗というのは、えー、まあ例えば地球の直径を、まあ基準にするとですね、えー、爪の 大きさぐらいが10のマイナス9乗ということですからそれからさらに一桁、えーまあ、高いようなその分解能が得られるということになりますそれから水管傾斜系の方はですねそれもこれも単純で,でして単純でして、えー、と岩盤の2箇所に、えーまあ、水を張ったビーカーを置いておいてですねその間を、えーまあ、管で連結してやるとで水が両方にこう自由に行き来できるようにしておくとですね 地面が傾きますと、片方の水位は上昇して、片方はまあ低下するということになりますので、そこの動きをまあ電気信号に変えることによって地盤の傾斜がわかるということになります。で、こういった観測は実はかなり古いテクノロジーでありまして、1930年あるいは40年代以降、まあ、大学等派でまあ観測が始められたわけですけれども、 特に1960年代以降はですね、地震予知計画によって、まあ、各大学、まあ、我々の東郷大も含めますけれども、えー、いろんな大学で設置が進められたと。ただ、いろいろけんあの観測していきますとですね、例えば地震に伴うような歪みのステップですとか、そういったものは機械的な不安定性がどうもあるようで、なかなか理論値と合わないとかですね、それからテクトニックな変動も、まあ、局所的な上乱、また単純に言うとそのトンネル自体の え、変形を、の影響を受けるとかですね、そういったことがあって、なかなか、あの、良い成果が出ておりませんでした。 ででですがですがねあの、火山の観測にには非常に有効であるということが分かっております。こちら、その一例ですけれども、桜島火山ですね、桜島火山、まあ、最近の550年間では、あの文明、安営、それから大正といった3回の大規模噴火が発生しております。こちらさ、桜島、ちょっとスライドが不鮮明でご覧にな,りなれないかと思いますけれども、桜島のほとんどを覆い尽くすようなですね、 あの溶岩流がこの3回の大規模噴火で発生しております。で、えー、こちらの桜島現在もですね。あの昭和あの南岳の山頂河口からまあ、活発なあの噴火活動を起こしているという火山でございます。 で、こちらの火山のですね、その防災に取り組んでおります、京都大学の防災研究所、桜島火山観測所というのがありますけれども、そちらの方で設置されている、その先ほどの伸縮系、あるいは傾斜系のデータがこちらになります。こちら横軸がですね、2009年の4月の噴火に伴う2日間の この黒が先ほどの水管傾斜系のデータ、それから赤と青が伸縮系のデータになっておりますけれども、ここで噴火が発生したわけですけれども、その噴火の前にですね、実は傾斜変化が観測されていると。右上がりのこういった傾斜感。 傾斜がですね、まあ、前兆現象として観測されていると、それから、えっと、こちら上、こちら下の方はですね、えっと、春田山という河口の北西側の観測点ですけれども、えー、上の方は有村という南東側の観測点になりますが、南東側の方はそれほど明瞭ではありませんけれども、それでも噴火に伴ってですね、伸縮、あるいはあの伸長あるいはあの短,、えっと、短縮といった歪み変化も観測されているということがわかりますで。こういったことはですね、 例えばこれはあの、えー、と地下の、えー、ある深さで、えー、と圧力源球状の圧力源が膨張したらどうなるかという、地表の変異がどうなるかというのを計算したものですけれども、こちらは上下変動ですが、えー、上下変動で見ますと、なんかこう釣金、釣り鐘状の変化、隆気がまあ予想されるということが分かっております。下の方はこれは水平変動ですけれども、で先ほどの こういった地盤のですね、傾斜ですとか、伸縮が先ほどのようなその球場圧力源で、まあよく説明できるということが分かっております。それで、えー、こういったことを利用しましてですね、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、桜島では、あの、噴火予測モデルというものが構築されておりまして、その傾斜データを使った、使ってですね、まあ噴火中、あるいは、えっ、ー、と、 兆候なしあるいはその噴火前というような3段階のカテゴリーに分けてですね噴火前についてはさらにまあ傾斜変化がその後のどういうふうにたどってきたかというのを、まあ、あの計算で逐一位置求めましてですねその防災に役立てられているということになります。でもう一つの応用としましてこちらはですね同じ、えーと 京大の桜島観測所の井口先生たちがあの出された研究,研究成果なんですけれども、あの火山灰のです、ね、放出量を推定するということが行われています。で火山灰というのは、えー、と火山から放出される直径2ミリメートル未満の噴出物でありますけれども、まあ、火山災害の一つに数えられております。特に直接的な被害としましては農作物ですとか交通機関、特に飛行機ですね、それから、まあ、建造物などに影響を及ぼす。 とということがあります。まあ、間接的にはその堆積した火山灰がですね、降雨の後に土石流となって、まあ、あの被害を及ぼすということもあります。ですので、こういった火山灰がですね、どのぐらい放出されるのかということが一つ大きな防災情報として重要になってきます。で、こちらの火山の火山灰の放出量をですね、地震の,あの、えっと、火山性微動のです、ね、スペクトル振幅ですとか、それから先ほどご説明しました圧力源のを堆積変化に焼き直したもの。 との関係づけをこのような式で行いまして、それで、まあ、その火山灰の放出量を推定しようという試みでございます。で、実際にこちらがですね、上の経験式から求めた月別の火山灰の放出量、それから縦軸に実際に観測された火山灰の量を取ってみますと、この係数をですね、アルファベータという係数を適切に 推定してやりますと大体こんなような非常に良い相関が得られましてこれを実際にあの1回1回の噴火に対してですね割あの当,て当てはめたところ応用したところですねこういったやはりあの非常に良い相関が得られたということでこう,いったこういったことからもですねその先ほどの圧力源の推定といったものが火山灰の放出量の推定にも役立つということが得られております。 最後に水準測量ですけれども、こちら水準測量というのは、あの、二点間に漂尺を立てまして、その中間に、まあ、レベルという機械でですね、その両側の物差しの読みを行うと、高さの読みを行うということによって、そのある基準からの高さ、飛行をどんどん求めていくということです。まあ、あの、全国的にはですね、こちら、高さの基準、標高の基準というのは、東京湾の平均海水面になっていますけれども、実際には日本の水準原点ですね、こちら。 あの国会議事堂の近くにありますけれどもそちらを基準としてこういった水準測量を行って全国のまあ水準点の高さが分かるということになっておりますけれどもこれをですねローカルにあの桜島周辺で行った結果がこちらになります横軸実はこれ、えー、と左端は1890年になりますがそれから最近2020年ぐらいまでの時系列になっておりますこれを見ますとですねその長年の,その水準測量基準点を鹿児島市内 それから今測りたいのはこのアイラカルデラという大きなカルデラがあるわけですけれどもそちらのカルデラ壁にあります基準あの水準点ですねこちらの相対的な高さの変化を時系列で示したものということになりますそうしますと1914年の大正噴火の際に大きく沈降したものがですね最近100年をかけて徐々に隆起しているという傾向がわかります えーまあ、あと途中昭和噴火1946年でも若干沈降しましたけれども最近では右上がりの隆起に転じているということで、えー、現在はその大正噴火前のですね、えー、飛行の約9割程度が回復しておって、えー、まあ同規模の噴火が起こりうる状態にあるというふうに、まあ、危惧されているということになります。 はい、と,いうことで、えー、すみません時間超過してますけれども私の方からは、えー、その地球の形を正確に測って災害軽減ということでお話ししてまいりましたで、えー、繰り返しになりますけれどもその高精度の測地観測とですねあのモ,モデリングを組み合わせることによって地下で起きているさまざまな現象を推定しそれを災害軽減につ、ま、な、あ、げているという研究が、えー、多くの研究者の手によって進められているというご紹介でした以上になります